プロレスリングエースのトンシジンです。よろしくお願いします。早くね。はい、来るの早くね。早く一応俺ちょっとオファーは10時だよ、はい、登場ね。早くね。まあ30分前には30分前には来とかないと。来とかないと、はい、いやその割にはもうそこでちょっとあーって言ったよ。西山さんも面白かったよね。あ、すごいなって杉村太蔵に似てるって。杉村太蔵さん多分ご存知ない。分からないってことね。めっちゃ真面目だね。だってエース T シャツ、エース唯一のベビー。いやそんなそんなことない。そんなことない。あの大きい声で喋っていいからね。あ、そんなことない。そんなことない。トンシャ君大地に似てるな。社長好みの、お尻がプリプリなのですか。知らねえ。なんで俺お前のケツ。お前親子っぽい。あれお前いくつ。18です。30。ああ、俺19の時に子供いたらお前だ。あー、そうだ。え、お前の親父はいくつだ。親父、55くらいですか。あー、はい、あー、そう、はい、やばいね。俺が19の時に、18、19の時に子供いたら、トンショぐらいの子供がいるってことか。人生どっかでどうにかなってたら。はい。あ、はぁ、あ、じゃねえ。はぁ、あ、じゃねえ。はぁ、あ、じゃねえ。ギリギリ俺より年上。ああね。あ、今 18? 今18、はい。18。はい。うわぁ、若いね。いやいや、そんな。はい、いや、お前18で、いやいや、そんなって言ったら、お前、ほぼほぼが、ホワイってなる。お父さんより武藤さん、武藤さんもう60いくつだ。もう結構いってるよね。あ、分かんねえか。武藤さん、はい、分かんないです。武藤さん、お父さん、いや、そんなあ、20代だと思ってたって。あ、水木の前。あ、そうなんです。20代、あ、自分がってこと。うん、そうじゃん。あ、武藤さん54。あ、でもあれ、お父さんと一緒ぐらい。武藤さん、お父さんじゃねえかアイスリボンは好きですかって聞いて。アイスリボン、知らない。あんまり知らないです。 あんまり知らない、ね、吉岡しか知らないんだよね、あれね。吉岡さんも知らない。あ、そう。勝手に盛り上がってるだけなの。立場についてどう思ってんの。どう思ってる、うん、まあ、一期生の同期だもんな。あ、まあそう、はい、ね、はい、向こうは向こうでああなっちゃったけど、はい、どうなの。やっぱ変わっちゃったなっていう変わったな。なんでああなっちゃったのかなっていう、ちょっと、はい、それは分からん。それは分からないです。分からない。分からない。分からないけどああなっちゃったと。はい、なぜか。まあ同期としてはどうなの。同期としてはあの、はい、何、なんでっていう思いがあるんだ。やっぱりなんでああなったのかな、疑問しか。まあ、そう、疑問、はい、そう。あ、はい、まだ試合はしてないんだっけ。戦ったんじゃないんだっけ。戦ってはないです。ああいう風になってから。はい、戦ってはないです。 あ、はい、あんな風になってから。はい、サングラスして。ああなっちゃってから。はい、ああなっちゃった。ああなっちゃった今後はカズさんについていく感じ。まあ、自分はついていきたいなと、はい、思ってます。はい、トンショ君の憧れのレスラーは。憧れのレスラー、うん、これ言っちゃって。いるだろ。いない。あ、いや、います。誰だ、あれ。まあ、ファン時代好きだったのは、うん、内藤哲也さん。あー、トランキーロ。トラ、はい、あー、トランキーロ。はい、トランキーロです。渋谷についていくのか、はい、お疲れ様です。そうです。社長、お疲れ様です。社長どうしたんですか。社長も社長新し
社長来ましたよ皆さん。社長が来ました。社長が来て、トンショーが立ち上がって何かやろうとしたら座ってろというね。社長も露骨に露骨に雑にテーブルを使って作業を開始しましたね。まだ社長も社長淡々と社長淡々と、ね、社長迷わなかったかって聞きます。迷わない、前回迷ってますけども、一回来たから大丈夫。迷わない、社長、あれトンショが今あれしたの、ポスター貼っといてって言ったの、うん、タモリさんだけポスター貼っといてって言ったの、あ、これ貼っといてって言ったの。お前、いや社長にお前、いやいや、母じゃないんだよ。あの、伊豆一個もできて、はい、ま、間時間あるでしょ。何ですか、俺も時間ある。何ですか、その、別にあれですよ。社長さん、まあ時間あるからコンビニ行ってくる。あ、本当ですか、終わりました、終わりました。セブンイレブン、あと5分もありますね。あ、そうですね、社長、終わりました、終わりました。全然大丈夫ですよ。先にあれに来た、はい、先にた、あ、リングサイドストーリー、うん、絶賛上映中の。まだ上映してない。まだ上映してない。おい、間違うな。はい、すいません、会社の情報を。あ、適当なこと言っちゃったな。言っちゃった。あ、ガチガチガチ。なんかいる？あ、なんでも。あ、そう。はい。石山さんは？僕は全然いらないです。はい。なんでも。何？あ、じゃあジュースで。ジュース？何？エナジードリンクでお願いします。はい。どうしようは？あ、水。あ、そうですね。水あるか。あ、水ありました。水ありました。水ありました。お前それで山社長にもう水ってなんか、なんかあったでしょ。そして社長もすごいね、その出番じゃねえからまだ買い出し行くっていうさ、はい、雑だね、あの人も。あと5分ですか。あと5分あるんですよ。社長ほら顎で使う若手、社長がお使いに行ってくれる。社長に買いに行かせる。いやね、行ってくれたね。で、社長さっそうとリングサイドストーリーのポスター貼って行っちゃったけど、何だったんですかね。え、これはでもあれですよね、イケメン選手だったり、もう河野さんも出演されているという噂の映画ですね。まあ多分ね、ちょっとは出てるんでしょ。お前出てる？いや、自分は出てる。いや、出てないです。あ、呼ばれてないの？いてない、はい。あら、イケメン出てる。ああ、イケメン出てんだ。へえ。まあ、名前がしっかり。この映画とレストラン関係あるの？多分ね、協力、撮影協力みたいなのしてるんですよね、多分ね。武藤さん、イケメンさんがクレジット。あ、本当だ。武藤圭司と黒潮イケメン二郎がありますね。あとは、レッスルワンの選手は、あ、村上和、あ、プロレスラーは村上さんが、いますね。この監督は期待大。ああ、そうなんだ。そうなんだね。そう、K1 とね、レッスン1両方ともあれしてるみたいなんですよね。武藤よりも村上の方が前なん。字のちょっとあれだね。言っちゃった。え？トンショさんの緊張が解けない。そうですね。あのいいんだよ。トンショは別に。はい。いいんだよ。はい。別に。はい。雑で。はい。あ、まあ雑でって言ったら見てる人に失礼だけど。はい。あのあんまりガチガチにならないで。あ、わかりました。かしこまりすぎなくていい。はい、わかりました。あれだよ。普通に、はい、普通に、普通に、うん、はい、学校とかで友達と話してるテンションで視聴者と話せばいいから。わかりました。うん、はい、うん、どうした？そんなトンショさんの緊張を解くために、はい、編集中の方が映像
あ、画像を送ってくれたんで、ちょっと今出します。あ、本当ですか。画像、画像を送ってくれました。どうした、出ましたか。何ですか。出てないですか。そう、おお、4時6分これを無言で送ってくるという。あ、だからさっき小次郎だぜとか言ったのを見たから、はい、ちゃんと対応してくれる。ああ、新井さんじゃあ見てるんだね。あ、今今で見てるんでしょうね。なるほどなるほど、はい、作業の最中にね、はい、ですので、あ、今後こういうふうなものがあれですね。でもどんどんただの犬自慢って言ってますよ。でも可愛い、で可愛いって流れるのが新井さん嬉しいんです。あ、トンショさんが、まあでもトンショも荒井くん知ってるもんね。あ、はい、知ってます。荒井くん、ああいう人なんだよ。ああいう人、こういうことする人なんだよね。なるほど、はい、うん、なるほど。小次郎小次郎さん、うん、はい、埼玉の試合の時たまに会場にいるんだよね。あ、小次郎さんが、そう、あ、いますね。いるでしょ。一回会ったことあるんですよ。あ、小次郎さんに、小次郎さんに会ったことある。あ、小次郎さんにお会いしたことある、はい、うん、俺一回デスペラードに勧誘したこともあるからね。そしたらなんて、ワンって言ってた。あ、ワンって言ってワンって言ってた、うん、だからどっちかイエスかノーかが分かんないんだね、動画の方が可愛さもっと伝わるって。うーん、本人じゃないですか。え、 あ、 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 あ、
いや、ニートレスラー。本職東京人？東京じゃないかな。いや、東京ではないです。埼玉、埼玉、埼玉県、はい、埼玉、はい、あのダ埼玉、クサイタマね。ダ埼玉、ダ埼玉、クサイタマって俺は教わったね。武藤さんが、武藤さんが言ってた、言ってました。武藤さんが、武藤さん埼玉、埼玉あんま好きじゃないって。あ、そうなんです。自分神奈川だから。あ、東京の2番目、東京が1番だったら2番目は神奈川だって、はい、埼玉じゃないって言ってと俺は教わったから、はい、あ、神奈川の方が2番なんだっていう意識。あ、本当ですか、うん、横浜があるからみたいな、はい、うん、嫌いなんですか。ん、嫌いなんです。知らない、埼玉と埼玉っつって。マジか。でもまあ確かに俺の中でほら、はい、東京の次の県ってなんだろうってなった時に、はい、まあ、横浜って出てきちゃうから、あ、神奈川2位なのかなってね。はい、うん、東証は必殺技とかあるの？必殺技、うん、ありますよ。はい、あります。ある。何？ドラゴンスープレックス。ドラゴンスープレックス、はい、まだ試合で全然決まったことないんですけど。
お前それお前それ必殺技か、それ必殺技か、必殺技です、必殺技、はい、必殺技です、必殺技、じゃああれだ、出てないけど出たら勝てるのかな、必殺だから、いやもう出たら、出たら勝てるんだな、もう出たら必殺だもんな、はい、必ず殺すとかで必殺だから、はい、そうです、出たら勝てるんです、うん、不発の必殺技、幻の必殺技ってあああれ丸藤さんの知らぬいに似てる技やってんの？いや、やってない、やってないですね、やってません皆さん、あれですよ、丸藤さんの知らぬいに似てる技やってないですよえ、いや、やってないと思うんですけど、本当知らないもん、はい、俺に聞くな、お前だよ、はい、分隊でやって、分隊で、そうですね、トンちゃんのスイング DD もかっこいいと、あ、ありがとうございます、うん、知らぬ技、淡々とあ、すいません、ありがとうございます、ありがとうございます、すいません、モンスターあまさかの2リッター、2リットルの水をいただきましたわざわざ2リッターをね、はい、そしたらお前しかもお前水あんのに社長に水頼んで2リッターもらってどうするの？いや、水好きなんで、水好きなんで、あ、好きなんで、水好きなの、はい、水好き、でかいっていう、はい、水でかいっつって、はい、さあ、4分遅れで社長が席に着いてきました。俺かもね、ちょっと待って、俺ちょ5分前には来てたからね、はい、5分前に来てたからね、はい、5分前に来て、来て勝手にまだでしょって言って4分遅刻ですよ、先輩だってほら、はい、本当だったら下の自動販売機でよかったの、はいはいはい、こんな自動販売機ないよ、フリーターはないでしょ、ないもん、確かに、あ、なるほど、なるほど、当初お前がずっと言ったから林さん4分遅刻したぞ、お前4分だからもう4000だよ、4000、1分1000でしょ、遅刻した、あ、うん、いいよいいよ、1000払わなくても、あ、すいません、そういうふうなさ、そういうふうなさ、違う違う、今ないんだよね、そういうのね、あ、そうだ、昔さ、はい、あったよね、はい、あの、そう、うちらの全日本の時、うん、林さんと俺がいた全日本の頃の、はい、バスの遅刻とかね、はい、出発とか、なん、あの、朝ホテルに降りてくる時間とかね、うん、はい、集合時間から1分遅れたら1分1000円だっつって、あ、みんな遅れないし、みんなやばいよね、だいたい30分前に来てたからね、そうなんです、うん、そうなんです、だから10時出発ですって言ってると、うん、9時半にはもう大体集まる、9時前半前から、うん、で、俺らの時のルールは30分前の9時半にやったら先輩方の部屋に30出発30分前ですって電話するっていうルールがあった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 、で、大体出ないの、なんでかって言ったらみんな降りてきてる、多分エレベーターとかで順番待ってたり、あの部屋にいないの、その時間に。大体もう本当に30分前に出る人は小島さんぐらいですよ、あ、小島さん、そうだね、はい、30分でおいーって言って降りてくる人だった、はい、ほぼみんな、はい、出ない、もう降りてきてる、下に降りてきて、うん、で、もうコンビニ行ったりとか全部いろいろやってた、うん、だから、あの京平さんが遅刻したら1分1000円だっつって、1分1000円で、うん、誰もいなかったよね、そうですね、全然そんな払った人、見たことあったないです。ないよね。はい。うん、あの一回ふざけてなんかやってましたけどね。なんだっけ、あの渋滞かなんかトイレストップの時のなんか。ああ、そう、パーキングで止まってもあと1時15分出発だからなっつったら1時15分にみんな来なくちゃいけないんですね。それで遅れてもみんなあれなんですよ。あのあれっつってみんなで、だからパーキングエリアで飯食っても大体みんな早い戻ってくるの。みんなバスの周りでタバコ吸ったり、バスの周りでジュース飲んだり、ソフトクリーム食べたり、ブラブラしてる。で、最後の人が来たなと思ったら全員ダーン乗り込んで。そう。あんな光景ないよね。あと誰でーすみたいな感じでやったら、あ、来たって言った感じでみんなで、あ、もう揃ったら入ろうってダーンって張って、周り大丈夫ですかーって言って、ういーって言って、ベーって出発。ツイッターに写真撮らせて。え？喋ってみたい。すいません。いいよ。カズさん、豚食もよろしくお願いしますって書いてますよ。豚食もよろしくお願いします。でもあれなんですよね、今トレーナーとあれですよね、俺あれだよ、あの西島さんにやってるカズさんとの、そうそうそう、ダイエットをやってるだけだもん。
だから皆さんあれですよ、今トレーナーとあの熟成みたいなもんですかね、講師と熟成みたいな感じだからね、はい、そうそう、でもね、はい、痩せてきた、脂肪量は落ちてきた、おお、本当らしいよ、自分で言ってるもんあれ自己申告でいいですか自己申告、自己申告、はい、でもあれなんですかね、じゃあ食べ物を何食べたかを林さんに連絡してる、そう、毎日ちゃんと来る、はい、ジーバさん最近ね、サボってんだよ、あっ、やばい、カズサップ落第生、落第生ちょっと気を取り直さないと、ああ、当初は今どれくらいやり始めて、その林さんのあれ3週間ぐらいかな、1ヶ月もやってない、はい、1ヶ月だけね、へえ、はい、で、だいぶ変わってる、いやもう、はい、だいぶ、はい、動きも良くなった、もうだいぶ、はい、前に比べたら、じゃあいただきます、ナイス、いただきます、ズームそうだね、そっちだ、ね、これは、はい、それは、はい、そう、あ、なぜ豚汁を痩せするかっていうと、はい、ちょっと、お腹の脂肪が気になったなと思ったらだからちょっとね、一回痩せさせて、またね、はい、筋肉増やしていけばいいやっていう風な感じで、結構メリハリってほら、はい、必要じゃん、じゃあ一回こう、無駄のもの取って、そこからまたでかくして、また絞ってのを繰り返し、そう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 、でも若いから、うん、早いでしょうね、その代謝もいいから多分、あ、そうだろうね、いや、僕らのおじさんがやるのと比べると絶対効果が、そうだよね、見えるはずですね、うん、だ次の分隊ではえらいことになってる、うおやばいやばい、分隊の入場で豚汁が上を抜いたらお客さんがざわざわするから、カズザップすげーっていうあ、そしたらあれだよ、はい、それでお前があの結果出したらまた、はい、あの熟成増えて、あのチャリンチャリンだから、ちょっと待って、はい、あの誰からも金もらってないあれライザップさん、いや結構高いですよ、西田さんも払ってくれないしねあれおかしいな、あれ当初も無料、無料で、無料で、あれ体験トライアルみたいな、そのモニター、はい、チャレンジモニターみたいな、そう体験、はい、ライザップ何十万だからね、だよね、そうだよ、まあ、練習パーソナルでつくけど、その食事の管理とかもするけど、はい、60万とか多分すると思った。脂肪なんてさ、あのトレーニングだけじゃない、トレーニングじゃないもん。もう 100% もうあれ、食事、食事、あ、うん。だからあれなんですよね、試合会場の控室でシュークリームとか差し入れであると、豚汁につけると、毎回、豚汁、シュークリームあるぞって言ったら、好きなんだよね。いやもう大好き。シュークリームが好きなんだよね。大好き。一回あのシュークリーム持って、行ったよね、いや、それは、はい、それはそれは、あれ、いや、あれは、はい、やっぱ先輩から、はい、断れないんで、だからそうそう、もらったよね、はい、一応、はい、え、でもあれでしょ、俺には陰で一度ソーマにあげてんでしょ、あ、どこ、ソーマ、なんで知ってるんですか、なんで知ってる、ソーマが、あの、あ、ソーマ、ソーマ当初食べたって言って、食べたって言ったら俺、林さんにチクろうと思ったから、いや、僕もらいましたって言って、あ、本当ですか、偉いね、はい、一応、スメラギに捨てられない、全然いいよ、全然いいよ、俺はだって別に食べたら食べたで、はい、あの林さんにチクるし、食べなかったら食べなかったで、はい、あの、あ、先輩のって言って、はい、あのただのいじめだからただの嫌がらせだからあ、いや、はい、すいません、でもシュークリーム好きなんでしょ、いやもう大好き、一番好きぐらいあ、そう、はい、あ、そうだ、シュークリームが好きだって俺聞いてますただ我慢してるってこと、それとも何、そのチートデーみたいないい日があるの、いやもう、そういうのなしで、え、ちょっとずっと食べてないの、うん、はい、3週間ぐらい、3週間はちゃんと、はい、あの、じゃあもう今あれだ、食べたくて仕方ないんだ、食べたいもうとりあえずもう分隊目標にして、なるほど、もう分隊までは頑張ろうよ、おー、うん、そうだからね、もうちょっとだからね、はい、頑張って、はい、うん、あと1週間ちょっとですね、9日、うん、はい、え、じゃあ分隊終わったら週間に食べていいのかな、分隊終わったらいいんじゃないの、ああ、うん、いいんじゃないのそれ、なんだよそのおしいいんじゃないのそれ、ね、それでまたこのね、あのちょっとあの筋肉つけてさ、あ、今度はでかくするタイプの、ちょっとずつだね、 あのあんまりせっかくこうかっこいい体になったのにいきなりドーンってなっちゃったあれだから、徐々に徐々に、まああとね、動ける体にした方がいいからね、結局、はい、機能性も大事だから、はい、あの君は、はい、クルーザー戦線に突入するんであれば、はい、ね、
その人たちを渡り合えるような、はい、あれにしないとね、動ける体、そうそう、はい、頑張ってあれ、はい、あれだからね、コーラ飲んでるって言われちゃったら俺これあれでしょ、え、あれ出しちゃいけないでしょ、あ、そうなんですか、え、いい、え、これ全然大丈夫です、あ、そうなの、うちはあのスポンサーさんがいるわけではないの、あ、そうなんだ、はい、なんだ、僕もうガチでこれこういう風にやってるから俺取った方がいいのかなすいません、気使って、あ、そう、もうガチでモンスターっつってさっきもカフェオレっつってわしってこれローソンセレクトローソンセレクトローソンチケットプレゼンツの G1 終わったけどねあ、G1、 G1、はい、あー、はい、あの、ピアくれるかな、ピアじゃねえやどっちかレスローはダメかな、わかんない、わかんない、はい、ロープレミアムローソンプレゼンツ、はい、やってもらいたいね、うん、そうですね、会話弾まないなって言われてるよ、そうだな、うん、これなんだっけ、はい、24時間レスローですね、うん、あの東証君の回だったの、いや違います、あの東証はもうめっちゃ早く9時過ぎにはもう来たんですよ、うん、はい、でこっちは10時に林さんと一緒に10時からだよって言ってるのに、あ、すっごい早くて、ああ10時から一緒に来るよね、はい、そうです、ああ、そうか、で勝田プロの話とかもいろいろ含めてしようかなと思ってたら、すごい速さで現れて、うん、まあね、であそこで、はあ、はあ、出てるから何を緊張してるんだってもう来いよと、はい、もう出ちゃうって言ってもう45分ぐらいから出しちゃう、あ、そういうこと、はい、はい、だってずっといるんですよ。でそしたら、いや、30分前や、30分前や、みたいな。ちゃんとね。ジュースはダメなの？ジュースダメ。あ、ジュース、はい。飲み物で、あの、カロリーは取らないようにはしてます、はい。うゆういしいですね。ほんと、落ち着け。はい。人気者の顔してる。お、誰とみんな性一緒、誰だ、ザコ高いの俺か、いや、僕が猫背ってだけですよね大して言ってないって言われちゃったあ、どうしよう、あ、こっち、こっち、こっち、そう、これじゃないですか、こっちか、なんだ、絶対これじゃないですかだから、お前あれだろ、あの両手で可愛く飲んでも全然飲まないで戻してるってことあ、そういうことか、あ、いや、どうしたの、いや、そう、どうした、どうした、どうした、社長、作り笑い、作り笑顔ひどいなって、あ、はい、あ、なるほどね、心から笑ってないことがバレてますよ、なるほどね、バレちゃったか、バレてやら、よしっつって2リットル全然減ってないお、飲むな飲むな飲むな、おい減ってないね、減ってないね、まあ、あれ見てる人に合わせて減らしてもどうしようもないよこれちょっとお腹タプタプになっちゃういろいろ悩みある、うん、悩みある、悩み、うん、ない悩みというか悩み、いや、ないです、ないの、はい悩みはないです、無理するな、しょんべんしたくなるぞって言ってるよ、みんな心配してくれてるのね、はい、ジャングドラゴンの片割れってこと、うん、私たちのヤングドラゴンのことです、ヤングドラゴンズですよね、ヤングドラゴンズなんですけど、なんか知らないけど Y じゃなくて J なんですよ、あ、だからそういう風な言われる時あるんです、あ、あ、うん、僕ヤングドラゴンズですかね、うん、あ、でもあれだね、どうしてよかったね、まあ最終的になんか可愛いって言ってくれる人はやっぱりいるよ、うん、あ、本当ですか、知らないよ、何何何、いやいや、俺が可愛いって言えばいいの、いやいや、でちなみにさ、はい、ここに来る前トンショ君と何話したの、トンショですか、あれですよ、質問ばっかりだよね、トンショ君に聞かれた、これに、はいはい、聞かれたことだから、立花のことどう思いますかとか、ああなるほどね、はい、あ、面白い、後で見よう、見直そう、見直す、あれ YouTube だから、 YouTube のは見直せる、見直せますだよね、うん、見直せますよね、はい、そうそうそう、ただニコニコプロレスチャンネルの方は有料です、見直しは、ああ、見直しはね、はい、ああなるほど、ね、タイムシフトは会員さんしか見れないです、うーん、はい、だから文字のない、流れる文字のないバージョンで、うん、YouTube は見れるって言ってましたね、うんうん、はいはいはい、
友達一人かわいそう。あら、あ、社長の悪口、うん、あんま言ってた。いや、一言も。何言われてんだろう俺。いや言ってない。いや言ってない。何言われてんだろう。いや、何言ったっけ。いや、ちょっと、いや言ってない。言ってない。言ってないんだ。はい。その俺の方をゆっくり見て真顔で言ってないですよね。いや言ってない。言ったっぽくなるじゃん。本当ですか。友達のパパの話。そうだ、あれなんだよね、はい、実家から通ってんだもんね。あ、実家から。はい。だってそもそもあれですよ、俺が19の時の子供だったらこいつですよ。俺19の時に子供がいたら、あれ？だってこいつ今18です。18。はい。僕37なんで。あ、お父さんいくつ？55くらい。結構いてんな。あ、でも兄貴が。俺と一緒かなと思ってたけど。兄貴がいてるし。結構いてるわ。あ、そう。だ武藤さんがお父さんと同じかそんくらいですし。うん、はい。まあそうだよね。はい。だってそうじゃんと。ただまあ僕の子供でもこれぐらいってことです可能性が。19の時、20歳ぐらいの時の子供だったらこれですよ、うん、だから林さんだってこれぐらいの子供がいても、うん、20代前半の時の子供だったらこれですよ。本当だよね。家にこれいるんですよ。俺いるんだ。なるほど、ね、え、どう、あのさ、はい、今ね、あの、その飯3食ちゃんとこう、はいはい、やってるのよ、はいはい、あれって結局お母さんが作ってくれてるの。あ、お母さんが、はい、作ってくれます。ダイエット食なんだけど、はい、ちゃんと。あ、その、あ、そうです。最初ね、はい、ひどかったね、やっぱ。あの、普通にカレーライスとか、今日はカレーライス食べましたとか。カレーライス。うん、大好きカレーライス。あの人、あの人このようにカレーライスがなかったら生きていけないっていう。ほんと食べたいですよ。で、あと何、ハンバーグとか。あ、うん、ハンバーグとかもすごいね、油使ってるからさ。はい、ダメだよみたいな感じになったら結構日本和食をやったりとか、はい、でこのチキンステーキとかね普通に食ってるから、はい、お母さんがわざわざチェンジしてくれてるの、その息子がダイエットしてるから、はい、あの大丈夫なものをって自分ちょっと言って、うん、はい、やってもらった。え、それはお前だけメニューが違うの、それとも家族みんなで。ああ、はいはいはい。だってお母さん、あ、そう、一人分で別に作ってくれるの。はい。あ、すごいねお母さん。あ、そう、それすごいね、いい、はい、協力してくれるんだね、うん、お母ちゃん、はい、みんな、みんなダイエット食したら面白いよね。ね、みんな、お父さんとか兄貴まで、なんか、あ、和食だな、はい、最近みたいな。ほら、いいお母さんなんだろう ね。愛情だよ、そうだよね。息子がさ、一生懸命プロレスやっててさ、頑張ろうとしてたらさ、まあまあ、応援はしますよね。おかんや。関西人だね。関西人、はい。え、関西人なの？いや、この人は。あ、そうだ。ささみとか食ってる？ささみとか出てこないな。なんかチキンステーキとかなんかそんな感じがよく出てくるかな。家族に理解があると助かるよね。うん、これってこんなにいい番組だったんだ。ダメダメ、感動させちゃダメ。ダメダメ、いい話しちゃダメだから。あ、ダメだ、ダメ。あ、いや、いいよ、いいんだよ、いいんだよ。じゃあ俺がダメなの、俺がね。はい。俺の普段の番組は、はい、あの、感動とか一切ないから。一切ないから。あ。ただでも、この時間はね、あの、社長もいるから、はい、多分レストランに対しての苦情のお問い合わせとかもね、どんどん流してくれれば、うん、社長に直で繋がるから、楽なんですよね。はい、っていう。当初さ、これ気になるんだけど、あの、これ、はい、彼女いないの？あ、彼女いないの、うん、今これいや、それはまあ、ちょっと置いときま、置いときましょう。でも置いときましょう、置いときましょう。アイドル、アイドル、何のことですか？何のことですか？ちょっと、ちょっと、何ですか？まだ、だけど、何これ？その、中途半端が一番気持ち悪い。気持ち悪い、気持ち悪い。トイレ行ってきて。トイレ行ってきて、おしこ、おしこ、はい。何これ？行ってきて、あー、そう、だからこう、中途半端に…濁すっていうことはそうだよね。そう、中途半端に逃がしたってことは、うん、言うってことですよね、多分。ね、逃げた、言っちゃいなよ。逃げたって、うろたえるな。わかりやすいよね。ちょっと待って、これ怖いな、これ。言えない相手なのかなって、何これ。あ、だから、あれじゃないですか、林さんに知られたらやべえ人とかじゃない。実は子持ちとかそういうのやね。花ちゃん、いや、女性ファン、あ、な
ね。桜田さん。いや、職場恋愛。ダメです。禁止です。ダメですね。ただあの、なんだろう、あの返しがいいですね。うん、ちょっと、そこはちょっとっていうけど、それはもう、あの、そこの黙りは何の言えん、それだったら嘘でもいいからノーって言わないと、ね、あのノーって言えばまだあそういないの、じゃあ林さんに紹介してもらうとかお見合いブッキングするとかそういう話になるのに、合コンとか行った方がいいんじゃないっていうのに、あいつちょっとそれはちょっと逆にアウト素直すぎる、うん、あでもあいつさっきの段階では練習してるか家で寝てるかみたいなこと言ってましたよね。普段何やってるのって言ったら、うん、いやバイトも辞めましたみたいな話とかして、え、そうなの、居酒屋でバイトしてたんだけど今やってないんですよ。少しレストラン寝ると4位婚活させます、ちゅうことはあいついないんじゃないの、いんのかな、ああでもそうだろう、そうですね、だってさ、はい、19、そんな19歳、あ19歳同棲中か、同棲中じゃないだろ、お母ちゃんに作ってもらってるんだよお母ちゃんじゃなかったらどうします。ああなるほどね、マジかわあわあ絶対いるよ、マジかすごいな、あ一人で寝てるか聞こうなるほどね、あえもう帰ってきたら聞こうよ、はいそうですね、ああそうか紐やってんだとかやっぱね、そういうになっちゃうね、別れた、あでもそういうリアクションが、うん、あ変な女に引っかかるなよってまさかのヒモレスラーつ、ヒモ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 レスラーつ、いい話が確かにちょっと前までいい話、そうですね感動したこの番組はいいや、コノさんがこんなんダメって言ったのすぐになっちゃう、いや林さんがあれじゃん、彼女の話拾っちゃったからでしょ、あそうか、そっかそっか、そして当初があのリアクションをしてしまったためにあのもうこれ後戻りできないもんね、この話こんだけ広がっちゃったら、そうですね、なかなか帰ってこないです、早く帰ってこいよ大人は汚いなって汚いわけじゃないんだよな、あ社長の奥さんとの出会いは年上彼女か、5分前のいい話、今下水話トンショ、トイレ長えなっつって、もう長いなって言われて、トイレで電話してるなってあいつ誰かに助けを求めてんじゃないですか、電話で早く来いよ、もうそうですね、汚れた団体レッスルワン、あそういう全然汚れてないでしょ、綺麗なもんよ、本当に社長は彼女います、彼女いない、奥さんがいます、奥さんがダメでしょ、いたらそうか、彼女と打ち合わせタイム中やばい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 ですね、これ、あれですね、あれん気をつけないと、あいつ帰りますよマジかおい早くしろよ、おいお腹痛くなった、水飲みすぎた、お腹痛いお前なんだその顔嘘くさすぎるんだよちょっとお腹痛くなっちゃいました、痛くなった、あ、そう、まあまあ、お腹痛くなったらまた行きないよ、うん、そうだよ、うん、トイレあるから、うん、近くからで、西島さんと僕と林さんが行かない限り空いてるから、うん、あ、そうだね、うん、もう貸し切りでいいから大丈夫、ほらほら、もうコメントがするからバーって来ちゃう、しかもアップ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 、ほら、一人がチャンネルに入会しましたよ一人お前何入会したの、チャンネルにお前お母さん、お母さん西島さんやりましたよ、入会しましたよ、ありがたい限りです、お腹痛い、ありがとうございます、社長何か入れた水にできましょう、入れないアホかやばい、林さんがまさかの水に自白薬を、お腹痛い、あのね、あの、いい話戻していい、うん、話戻すよ、戻さない方がいい、戻すよ、戻さなくていいちょっとお腹痛くなっちゃうね、あ、そう、え、彼女の話したらお腹痛くなっちゃうの、いや、わかんないですけど、わかんないですけどね、じゃあプロレス話する、あ、プロレス話したい、それだったら話せる、うん、話せる、あ、それ、あ、プロレス話したい、プロレス話しちゃったらお腹治る、いや、それは、いや、多分、はい、治ります、治る、よしよしよし、あの、皆さん話して、これからプロレス話をするとお腹が治るそうなんで、うん、
お腹直しましょう、一回ね。そうだね。一回お腹直しましょう。はい。この話。あれだね。わかりやすいよね。都合が悪くなるとお腹が痛くなるって、もう、小学生だよね。めんどくさいが授業があったら学校行きたくなくなるみたいな、熱出すみたいな、そういうの、ケベを使うみたいな、よくある小学生。あ、でもそういうの、ぼちぼちあった。ああ、そう。あ、小学校の時から？ぼちぼちありました。やだな、今日やだな、きっと本当にお腹痛くなっちゃう。で、あれでしょ、もう学校に遅刻とか休みっていう連絡が入った途端に治るんでしょ。あ、もう元気。俺さ、さっきのさ、はい、前日の時の話じゃないけど、はいはい、バスがすごい苦手でさ。ああ、まあ、止まらないですか。バス乗るともうやっぱ調子悪かったね。止まらないですからね。ああ、あと、なぜか言えない。言えない、はい、うん、おしっこ行きたいですって言えない、はい、誰か言ってくれるとみんなで祈る。お互い探り合って、誰か言ってくんねえかなとか。だから僕らの場合は武藤さんが天竜さんが、そう、武藤さんが止めてって言うと、武藤さんが天竜さんがおしっこ近くなったらチャンス、俺も行けるっていうね。あれ、みんなブワーッとすごい速さでバスから降りてみんな一目散に行くっていうね。そういうのもありました。お腹大丈夫？ちょっと、はい、あ、ね、治ってきました、はい。そう、バスにトイレついてないですよね。そう、バスにね、ついてるとね、すごい気分的にも楽なんだけどね。あ、林さん、クルーザーフェスについて話を聞きたいと。おう、いつやるんですか、あれ。年始ぐらいにやりたいな。お、年末年始、あそこら辺で、うん、とりあえず年明け一発目ぐらいの。年明け一発目か二発目か分かんないけど、そんぐらいには。あ、うん、クルーザーフェスですね。当初も出たいね、そしたらね、それくらいにやっぱ、ね、もちろんね、はい、クルーザーフェス、はい、ですって。何が？あ、違います、いや、クルーザーフェスって何のことですか？リーグ戦なの、トーナメントなの？ね、どういうふうにしようかな。え、クルーザーフェスってのは、うん、クルーザー級のそこら辺の主戦場の人たちがわーって集めて、わーっとお祭り的な感じで行くとか、それともその、うん、ベストオブザスーパージュニア的な一番を決める、うん、トーナメントとかリーグ戦とかでわーって一番を決めるみたいな、うん、企画してるんですか？基本的にはね、多分シングルだよね。お、うん、お祭りだけじゃなくて、うん、どっちが強いかという、純粋な、どっちがすごいかという、それはやりたいよなぁと思います。うん、ちょっと出たいよね、クルーザー。いや、もう、はい、出たい。もうクルーザーといえば三上って言われてる。へ、はい、なんでですか？三上さんが一番初めに、はい、日本でね、はい、アメリカで言ってたけど、日本で初めに言ったのがクルーザーっていう言葉を使い始めたのが三上さん。そうですよね、うん、WCW クルーザー級とかあったっすもんね。ある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 、うん、そうですよね、うん、で、日本に来てましたよね、クルーザーチャンピオンみたいな。やって来てましたね。そうですよね、来てました、来てました。クルーザーって言葉はなんか僕は見たことがあるイメージが、うん、ただまあその日本で言ってる人はいなかったですね、ジュニアヘビーっていう、うん、日本だとジュニアヘビー、ジュニアヘビーっていうイメージでしたね。もうちょっとね、軽い階級ね、90、90キロ、はい、ああ、200パウンド、200パウンド、あ、大丈夫、200パウンド、90キロは大丈夫でしょう。もう全然全然いける、全然大丈夫です、はい。カリスティコ、カリスティコ、この間来てたよね。そうですよね、うん、そうだよね。あれ、うん、今度全日の両国も出るんですよね。はい。あ、まだいるんだ。じゃあじゃないですか。うーん、カリスティコ、カリスティコ、はい、ミスティコさんですよね。そうです、そうです。初代、初代シンカラさん、初代シンカラさん、うん、シンカラさんですね、今来てる。あ、そうですね。小太郎さんは出ますか？パンテーラは、ん、あ、クルーザーフェスじゃないですか。あ、で、それは出てほしいよね、うん、パンテーラさん、パンテーラさん、あ、出てほしいね。ミックスドマッチのトーナメント。ジミーヤン、うん、ジミー大丈夫かな、もうクルーザーじゃなくなっちゃってるかもしれない。あ今ね、パーティーバスやってんの。あ、なんか言ってましたね、うん、バスでパーティーする、バスで。俺も楽しそうな仕事やってんなと思って。ジミー・ヤンがバスを、はい、今のね、もっと増えたらしいんだよ。最初1台から始めたんだけど。あ、え、そうで、1台持って大事に増えてんだ。そう、それで、そのバスの中をこう飲食自由にして、はいはい、うん、いや、あれですか、ライトアップしてみたいな、ライトアップして、あ、うん、
で、例えば、はい、まあ、東京だったら東京からこう東京ディズニーランドまで行く間にこう後ろでこうどんちゃん騒ぎしながらついて飲んで騒いで、で、あのそこのねディズニー行くんだったら行って、はいはい、でまた帰ってきて、あ、じゃあ一応バスツアーみたいな、あれバスツアーなんだけど最中はその中でもどんちゃん騒ぎができるっていう。で、ほらバスツアーの場合ってさ、あの知らない人たちがこう、あ、そうですね、はいはいはい、じゃなくて、貸し切りなんだって。ああ、じゃあ仲間内で例えば20人とかの予約とかで。そう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 。それそれそれ。じゃあレッスルワンで行きますよって言ったら選手20何人でわーっつって。普通だよね。ただの巡業ですね。ただ巡業だよね。ただ巡業中にパーティーしちゃうっていうわけのわかんない状態で試合会場したらもうグデングデンっていう。バラモン兄弟、ライガー、どうですか。いいじゃないですか。カシン、ウルティモドラゴン、藤田実。いいね、いいね、いい選手がいっぱい出てくるね。みんな誰ですか。クルーザーですか。ノムタク。スティービー読めないってことですね。俺読めないってことですね。フィアーズっていうイケメン選手はだって知らない。サスケ東郷さん。パンニャン。パンニャン。中西さん絶対入ないよね。中西さん。あ、カジリさん。あ、スティービーフィアーズ。なんか、あのキャンプ生ですか。キャンプだったあのスティーブ。おお、はい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 、そいつじゃないですか。あ、ほら、そうかもしれない。あれかっこよかったね、確かにね、はい、イケメンだったね、うん。だからあれですね、英語表記は私理解できなかっただけですね。うん、なるほど。傭兵。傭兵。イブシ。サブー。サブー。サブーさん。ご現在なんですか。ご現在ですけど、あれですね、あんまりね、どうなんでしょうねっていうのはちょっと聞きますけど。ひろき、はやた、宇宙エンジン、ライオンド、吉岡、菊ちゃん。吉岡は出ますよね、多分。出るんじゃないですか。今度だってあれですからね。クルーズだったりもし出てる2人ですから、ね、これで2人でも出ないって言ったら笑いますもんね。すごいよね。非協力的の極みですよね。ダレスローがあるクルーザーフェスやるのにチャンピオンシップの2人出ないやつだったら多いってなりますよね。あれでもグランプリはチャンピオン出なかったよね。あ、そっか、そうだね。あ、え、じゃあそれはクルーザーフェスのトーナメントが優勝したらチャンピオンシップに行けるってことですか、基本。で、分隊で遠いな。遠いですね。あ、でも近くに分隊持ってくればいいのか。おっと、分隊動かしましたね。年に一度のビッグマッチが2月ぐらいに行われたこのスパンが。正田さん、あー、正田さんですね。正田さんはね、いいよね。あ、大日本の選手ね。アイギプトスエアリアルとかミラーですよ、ミラー。ミラーです。どこにいんだろうね、はい、エアリアル。見たいな、また。グラン・ハマダ。ハマさん。ハマさん、小さな巨人が。はい、最近会ってないな。本当ですか。僕一番初めプロレス界入った時はハマさんの付き人をやらせてもらった。あ、そうなんですね。そうそう。一番初め入って、ずっと。あ、じゃあ林さんももしじゃあ危なくグランだったんですか。そういうわけではない。なんで浜さんの付き人みんなグランじゃないから。あ、確かに。いや、綾子だって全然グランついてねえし。何をさんがグランだからあれかなと思ったんだけど。あれだって浜さんつけたわけじゃないもん。あ、そうなんですか。うん、あれ新馬代表がつけた。あ、そうなんですね。そうそうそう。あ、そうですか。あ、ウルティモ校長も小鹿会長や。シリュウ、あ、シリュウはどうですか。シリュウいいんじゃないの。シリュウさんの方がクルーザーフェスっぽいですかね。どうなんですか。そうですね、そっちがいいんじゃないですかね。おお、どっちのタイプですかね。そっちのタイプ。僕イメージはあの白い方なんですよね。明けのタイプですか。はい、はい、じゃあそっち、あの獅子バージョンの方が僕はイメージがあったんですよね、はいはい、新日本とか出てた時も。そうだね、はい、出てましたからね、はいはい、まあでもあの青く黒青になったシリュウも、うん、あれですよね、
あの、海援隊ですか、あれは。海援隊の時はね、あれ なんだっけな、なんか、なんかの変、あのでかいトーナメント、武道館のトーナメントでしたな。ですよね、はい、見てました、うん、はい。ただ僕はあの白い方で、くるっと回って金ちゃんジャンプっていう、うん、はい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 、知ってる？時々ね、知ってます。だって知ってる、あれじゃん、あのマスターズに出てきてるからね、最近ね。中華知らないわ。知らないですよね、多分。知らないわ、だってあれだって20年ぐらい前だもん。お前平気で嘘つったらいいんだな。いや違う、今知ってますか。東条君お腹大丈夫って感じ。すごい悪くなったな、お前が嘘をついた途端にお腹大丈夫ってお前が言いました。何なんだお前。あーそう、でもあれそうだよ、見てたよ俺は。でも多分知らないよ。ああそうですね、知らない知らない。ああ、うん、そうだわ、すごいわ、すごいね、すごいです。だから見てるもんが違うんですよね多分。そうだよ、そりゃそうだよね。そうです、だってまあ、まあ僕も林さん見てます。だって初代タイガー見てないでしょ。見てないです、リアルタイムで見てないです。ゴールデンのあのプロレスって見たことないでしょ。いや見てないです。あ、これ僕はもう新日本が、土曜の夕方4時でした。違うよ、金曜8時だって。ああだから僕ゴールデンタイム見てないですよ。でその後も新日本プロレスはもう深夜帯、全日本プロレスも深夜帯に、うん、土曜と日曜の深夜に入って、うんうん、ビデオで録画して見てたんですよ、毎週。ああほら、同じく夕方4時、そう、夕方4時だった。やっぱそう。でその頃に林さんは多分あのです、うん、そう、金曜8時じゃん、M ステ、そう、ミュージックステーションだったね。ほんとだ、はい、全員世代違うね、だって、うん、WCW 知らないだろ、東條君って言われてるぞ。知らねえな。 WWE 知らねえだろ。知ってます。 WWE を知ってる、はい、WWF は聞いたことあるくらい。向こう、ECW はもう聞いたことあるくらい。ああ、はい、だから WWE と、あ、WWF と WCW の世界は知らないってことですね、その二大。あそうだね、アメリカの二大構想したんで、ね、はいはい、うん、マンデーとか、はい、マンデーナイトローはい、はい、うん、あ、トニーホームね。トニーホーム知ってる？トニーホームは聞いたことない。聞いたことない。いや、聞いたことないですね。聞いたことない。TPG は？TPG もない。そう。そうか。TPG。ベイダー。あ、お、ベイダーは知ってる。あの、ベイダーは知ってるよな。今でもいるし。これですね。そう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 。このマスク。はい。マスク。まあそっちの俺はこっちのシューの方がイメージあるんだけどさ。ああそうだね、ベイダーはあの甲冑を脱いでシュー、 M 剣ビル。無理をさせてごめん。いやタイガーマスクは何代目？あ、自分が見てる、はい、見た時、うん、は4代目もう4代目だ。僕3代目だったんです。あ、金本さんがキングリーからタイガーマスクになって感じなんですよ。はいはいはい、だから僕逆に2代目タイガーを知らないですね、見てないです。マジで？はい、三沢さんも知らないです。あーそう、後からですね、プロレスになってから入ってから、うん、全日本の道場であの昔の V で見せてもらった感じで、あの川田さんがマスク剥がして、うん、そう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 、何をやってるんだみたいな。ホーガン知らない？あ、ホーガンさんは知ってます。ハルコーガン知ってます。4代目はカズの後輩。はいはい、あでもみんなタイガーは4代目。へえ、長いですもんね。そうだね、3代目は短かったんですよ、比較的。結構はいはいはい、はい、うんそうだね、はい、2代目、あでも4代目は長いですね今。確かにもう20年ぐらいやってる。今のタイガーマスクさんが一番。7代目ブラックタイガーは7代目7代目ブラックタイガー7ってことですね。ああの人じゃないですか。まあ、まあ似てる体の模様の方は知ってますよね、私も。見て、はい、見たことない。プロレスラーになりたいと思ったレスラーとかは？あ、さっき言ってた内藤か。はい。あだって、あれリングシューズとかも内藤さんともね。ひらひらが。ひらひら。はい。ね、ひらつき。はい。あー、まあ赤だしね、はい。その頃の内藤ってことだよね、内藤選手とかね。それ自分が見てた頃というか、はい、うん、それになりたくて、はい、プロさんに、はい、うん、
コスチューム逃げると思った。伊藤は喜びそう。タイガーエンペラメキシコ行こう。メキシコですか。メキシコ行こう。メキシコ行こうよ。メキシコは今でも一人行ってるね。そうですそうです。元気かなあの人。いや後で来ましたよ。あの何があいつに言ったら V 送ってくれましたよ。何のメキシコの何の V？ なんか道端の V とか喋ってますよ。あいつ音声だけですけど、あいつ出てあいつは映ってないです。あいつがカメラで回ってくれたみたいです。あいろんなところ。なるほどね。はい。こんなんですっていうの。だからあいつ後で見てくださいよ。僕メキシコわかんないんで、あれがどんなところなのか、どんなすごいところなのかわかんないんで。え、だって俺シティしか住んでないんだよ。あ、そうなんですか。うん。で彼が今行ってるところは、はい、シティからね、2時間ぐらい離れてるところなんだよね。へえ、うん。多分俺見ても知らねえよ。あら、うん、そうパンテーラさんとかね。パンテーラ。パンテーラさん。うん、ああ。エース勢の武者修行は社長。エース勢っていうよりも、はい、プロレス学校って今やってるでしょ。はいはい、総学院。うん。で、そこの人たちが海外に行けるようなルートをもう作ってまして、はい、作ったんですよ。はいはい、ね、で向こうのプロレススクールとこっちのプロレススクールを、はい、交換留学みたいな感じ。あ、そんなこともやろうかっていうふうな話になってますね。うん、じゃああれですね、あれですか、ヨーロッパ、メキシコ、アメリカ。ヨーロッパもあるわ。ああ、はいはいはい、ヨーロッパありますね。でまあなんかそこら辺があれじゃないですか、プロレスがある地域っぽいイメージがあるんですよ、うん、僕の中で。あ、メキシコ、ね、ヨーロッパ、うん、なんかアメリカみたいな。そうだよね。あ、じゃあそこに行ける可能性が出てくるってことですか、その学院からのルートで。うん、そうだから アメリカでやっぱり試合をしたいっていう人もいるわけじゃん。例えば WWE を見てプロレスを好きになりましたっていう。アメプロやりたい人も、ね、でもアメプロやりたいけれども、はい、向こう行ってどこ行ったらいいかっていうのは分からないじゃない、はい、うん、だそういうふうなところはこう、ね、知り合いのところだったら治安とかもさ、はい、うん、まあまあまあいいしさ、まああれですもんね、林さんとこの生徒だからって、向こうも無駄のとこの生徒だからっていう。そんな変なことしないと思うから。そうですね。元が分かって単身で行くよりは、まあちょっとその一個、うん、紹介がある分いいと思うんですよね。うん、イギリスが熱いって言われる。当初海外行きたいとこないの？海外ですか。例えばメキシコとかアメリカとか、その、はい、例えばヨーロッパ。はい。うん、特に。あ、メキシコは行きたい。行きたい。メキシコ、まあ、ああ、後々、今はまだ。ああ、じゃあ行って、で、ハポンってなってくるの。はい。内藤選手がそのメキシコ行って変わってきたから、それということ、そういうわけじゃなくて、ただ普通にメキシコに行ってみたい。普通に。あ、そう、はい、向こうのあれを勉強したいの、ルチャーというか。はい、はい、遠距離恋愛になっちゃうよって言って。ちょっとお腹痛くなってやめてやめて、そこ触れないでそこ触れないで。あ、そう、でもメキシコ行きたいんだ。行ってみたい。行ってみたい、はい、それは試合で。それでもやっぱその半年とか1年とか修行で。いや、そのまあでもあれじゃん、若いからとかもあるじゃん、はい、おっさんになってくると、はい、ほらね、大変だなとかさ、向こうの治安の状況とかいろいろあるんだけど、若いと行けちゃうじゃん。よし、向こうで、はい、なんていうの、向こうの団体上がってやろうとかさ、はい、向こうのメイン、なんかメキシコのアンチョ、うん、なんか、はい、2つぐらい、はい、それの団体行ってやろうとかさ、そういうのは野望は、なんかそのアメリカでメキシコで一旗上げてやろうとかさ。いや、それはもちろん、はい、ああ、そう、へえ、あ、じゃあ行ってみた方がいいよね、はい、一回ね、うん、いや、特に若いうちにね。そう、うん、いや、まあ、でも行った方がいいと思うよ、はいはい、うん、俺も格闘技から戻ってきた時に、うん、全日本の紹介でそのカナダ、あのスコットさんのところに、あ、はいはいはい、4ヶ月、ね、3ヶ月、4ヶ月行かされて、行ったね、行かされていや、でもアメリカのインディー周りとかした時にやっぱ勉強になったよ、うん、だってもうあれだよ、普通のバーの
10人ぐらいしか酒飲んでないところで試合とかするんだよ。で、2方向壁に面してるから、うん、何が何やら分かんないの、角にリング打っちゃってるからさ。で、こっち方向からしか客は見てない、酒場だから。だから、あ、常設じゃなくて常設、もうあのバーの奥側にリアルリング作って作ったんだ。もう建物のなんかテーブル置いてるとこ全部置いてガッてリング作って、うん、そこでだからもう一方向ぐらいからしか飲み屋の客がいないところでやって、うん、全部あっち向いて試合しろって言われて、うん、だから客が全部あっち向いてるから壁を向いてもね、技を向いてもだからロープに振る時とかの技も、うん、こっち向いて当たるようにやれ、うん、かけろ、うん、とかは教わりましたね。なるほどね。だから向こうにカメラがあると思ってやる、うんうんうん、今なんかあれですね、アメリカもそうなんですね、固定カメラのうち正面こっちやみたいな。そう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 、うん、メインカメラっていうのがあるからね。で、自分の技はきちんとそのカメラで見栄えがいいようにやるっていうのが、フィニッシュをやるっていうのがなんかあれがあるらしくて、それで、ああみんなカメラの方向とか意識して見てる方を意識してやるんだっていう、うん、アメリカはそうだったね、確かに、はあ、うん、意識してたメインカメラっていうのは。そうですね。だからあとはあれですよ、僕実はそれこそこの清と組んで、うん、モーターシティマシンガンズを試合しますからね僕。全然想像できねえなこの試合。はい。いやだから僕も今見てみたいね。はい。今どんな試合するんだろうみたいな、ね。いやだけどあの時も僕も全然分かんなかったですよ。何が何があいつらの試合が分からない。あのどこから何が来るのか。そうそうです。だけどそこになるの、なるほど。ここで技がバーンってぐらいで受け身取ったらなんかすごいその位置に降ってきたりとか、なんかそれが、あで最後パッてあいつらの技がきれいに決まって俺らがやられてるみたいな。うーん、あーすごいこいつら考えて、あの分かりやすくアメリカプロレスをやってんだなっていうのは勉強になったりとかしましたけど。だから結構発見あるよ、うんはい、知らないとこで。あとほら片言でも英語喋ったりとかスペイン語喋ったりとかしなきゃいけないじゃん、一生懸命こう、はい、生きていくために、はい、だからでもね19でしょ、8?19?18 です。18でしょ、はい、まだ今からやってて英語だってメキシコだってスペイン語だって、うん、はい、苦手なタイプもしかして英語だいや、頭悪いのストレートストレートあとは彼女次第です。あーちょっと小玉言ってましたもんね。そうだ、確かに。何がアメリカに海外修行経験者みたいな小玉。あ、はいはいはい、なんか行った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 行ってましたね。あ、今離れるのは嫌だよね。嫌だよね。でも別に向こうだって食べたもん、メールすれば LINE は Wi-Fi 環境さえあれば、うん、カズザッパは続けれるし。ああそこ、はい、ああそうです。であれでもアメリカの方が安いんじゃない。あ、何食べていいか分かんないから毎回お肉買って茹でるとかしかできない、うん、あ俺もカナダ行った時そうだったけど、はい、結局分かんないからファミレス行ってもメニューが分かんないの。ダイエットフードっていうものが置いてるよね、はい、向こうでね。普通に牛乳パックに卵白しか入ってないですよ、普通に売ってるの、うん、そう、うん、白身ってことそだけ白身のみ、それのビニールパックみたいなの1リッター普通に売って、それ焼いて終わりとか、でブロッコリー茹でてとか、うん、でチキン焼いて終わりとか、はい、向こうの人ってさ基本的にあの好き嫌い多くない。はい、偏ってますね。だからこのレストラン行ってでもこれいらんとかっていうふうに平気で言うじゃん。はいはいはい、日本人ってさ付け合わせとか断りますもんね、みんな残しちゃダメじゃん、はい、うん、はい、で育ったじゃん、はい、気遣いますよね、うん、だ出てきたものは全部食べるじゃん、はいはいはい、そういうところ関係ないもんね。そうですね、みんなね向こうはもうそうですね、うん、あのなんだっけチェンジしろとか言いますからね平気で。俺人参嫌いだからコーンに変えろとかあのポテトにしてくれとか平気で、あのステーキの付け合わせとかあるじゃん、はい、あれは勝手に何でも、あ、俺も付け合わせいらない、肉だけにしてくれ言えば変えられる、平気で。で、なんかバターをやめろとかさ、うん、はい、あの、あれをしろとか、はい、味付けを変える。そうそうそう、だからそういう風にしていけばね、好きなように、だからチキンの皮切ってくれとかさ、うん、そういうの言っていけば
ね、あのダイエットフードが楽だもんね。うん、そうですね。っていうことはアメリカ行くのもいいかもしれないな。ああ、行く、アメリカも、はい、ね、行ってみたいです。はい、本当ちょうど今探してたんだよ、アメリカに行かす選手を、うん、お今ですか何の理由があるんだ。今さ断る理由は何だ。今でしょ。いや 今じゃないか。ちょっと今じゃない。ちょっと英語覚えてから行きたいなって。違う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 、向こうで一番、はい、あの話してそれで覚えるんだよ、うん、はい、向こうに行って覚えるの、はい、こっちでなんて勉強しちゃって英語うまくなんないよ。ああ、でもね、そう、確かにね、会話しなきゃいけないから、うん、なんとなくやり始めるよ。会話じゃないだろ、行きたくない理由は会話じゃないだろお前英語力ってことじゃない。英語力で。ああ、そうか、はい、うん、でもね、あの、あれだよ、生きていかなきゃいけないってなると喋、はい、るよ、自然と。あ、だってもうなんか伝えなきゃいけないの、はい、あのハンバーガーショップ行っても頼まなきゃいけないの、はい、うん、俺片言でも頑張ってたよ、単語ひたすら単語並べるだけあ、はい、お、This one please とか、もう、あの、もうThis picture, this picture とか、もう、はい、もう雑な、はい、雑なオーダーの仕方してたよこれ。でも向こうも、あ、こいつ英語喋れない日本人なんだなって分かると、うん、頑張って理解しようとしてくれる、はい、うん、そういう人だといいよね、ちゃんとね。そう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 、で、あ、お前練習してるのか、そうかって、うん、で、ラージ頼んだらエクストララージにしてくれたりとかさ、うん、頑張れよって言って、で、ちょっといい話、うん、あ、いい話、うん、まあ、ちょっと悪い話入れると、はい、あの、関係なしにすんげえ速さで喋ってくるやついない。こんなにゆっくり話してんのにその速さで来るみたいな感じで。お前もう一回だろって。こっちは、いや、いや、パーツ何一つ分かんないからさ。で、なんかスラングとかも入れてきたりとかするとさ、もう無理。あ、でも行った方がいいよ。行った方がいい。いや、プロレスラーとしてね、はい、経験値として行ったら楽しいと思うよ。はい、あ、それは別に期間がほら1ヶ月なのか3ヶ月なのか半年なのか分かんないよ、うん、はい、分かんないけど、例えば別に普通にアメリカに3ヶ月とか行っても面白いとは思いますけどね。でも先にメキシコでしょ。あ、先、はい、トランキーロ、トランキーロ、アメリカはトランキーロ、アメリカはトランキーロで、トランキーロでね、はい、メキシコに行きたい、はい、お前あれだろ、なんか藤村がいるから楽かなとか思ってない？大丈夫？今メキシコ行っても、あ、藤村さんいるからなんとかなるかなみたいな、そういうそういうパターンだよ。単身じゃないからとか。ああ、そっかそっか。単身だよ。一人ぼっちで。一人で、はい。いや、一人ぼっち行った方が面白いって。本当ですか？面白いです。でも基本的にウォシュレットないからね。ああ、確かに。トイレにですか？トイレないよ。メキシコのトイレはあれだからね、ウォシュレットどころかあの便器がないから。あ、言ってた、ね、便器で、便座、便座盗まれるんですよね。そうそうそう、この、これね、はい、座るところ、座るところがないので、いきなりこの石器、石器、何して石の、あの、便器、白いやつ、うん、はい、便器が、そうそうそう、それそれそれ盗まれるらしいよ。あ、あると盗まれちゃう。便座をつけると、それを持ってかれちゃうらしい、はい、うん、まあ、もちろん紙もないし紙は自分で持ち歩く。トイレットペーパーを持ち歩いて、はい、うん、で拭いて、で何？水圧が弱いんだよみんな。だから流しちゃいけないから、あのゴミ箱に捨てる。そのトイレットペーパーは使ったもの。お尻拭いたトイレットペーパーは別、はい、別流さない。うん、これが普通だからね、きついという。ポーターは携帯用ウォシュレットもあるって。ああ、なるほどね。あ、でもあれだね、ウォシュレットお土産に持っていけばすごい言われるじゃん。やったなっつって。よ、あ、パンテラ喜ぶよ。お前やったなっつって。あ、持ってきた。うちにつけるっつって。だから水道と電源があればいけますからね、うん、どこでもあれば。そうだね。うん、取り付けれれば。はいはいはい。あ、これはいいかもしれないね。あ、本田圭佑もいるってメキシコに。あ、そうなの。今移籍したからじゃないですか。へえ、どこに住んでんだろうね。
シティだよね、きっとね。そうですよね、うん、あ、お土産でフォシュレットで高待遇だって、うん、あー、やっぱフォシュレット、でも、やっぱあれだよ、あの、あれも来ましたね、アンメルツ横横持ってても高待遇になるっていうの、あー、言ってたね、メキシコでも人気な商品だし、うん、昔ね、あの、ポスカペン、ね、あれを持っていくと喜ばれてた。ペイントレスラー昔たくさんいたんだよね、はいはいはい、うん、あのペイントをするのにポスカを使ってたらしくて、あ、うん、でポスカ日本のがいいんですかやっぱ、らしいんだよね。それか向こうで買うと高いとかなんですかね、わかんないけど、へ、ペイントレスラーポスカ、ポスカ、へ、ポスカ、あ、歌舞伎さんが言ってたって、へ、歌舞伎さんもポスカ、そんなわけないよね、なわけないでも歌舞伎さんが重宝があるなってことですかね、ポスカでやってたらお前それいいなって言われたってことですかね。なるほど、日本でもまだポスカ使ってる人いるね、いるんだ、ペイントで。俺ペイントレスラーやったことないか分かんないんだよね。ああ、そうですね、ペイントレスラー最近、ペイントレスラーってあれ、ペイントレスラー、あ、時計じゃない、時計じゃない、あのね、今ね携帯が鳴ったの。お、仕事ですか先輩、うん、仕事だった社長、仕事、うん、あ、お前今あれだろ、はい、嘘でしょって感じみたいな、いや違います嘘だろ、これってさ、はい、抜けてもいいんだよね、大丈夫ですよ全然、あ、ちょっと電話してくる、電話してくる、やめてやめてこの感じに、はい、ケンさん入ってもらって、はい、舞台のトンショさんのお話を聞きましょうか、せっかくなんで、はいはいはい、そうだね、登場だってもうあれだもんね、時間も終電があるからね、はい、あ、時間が、はい、終電があるから、じゃあ最後にちょっとあれしよう、あの文体の自分の対戦カードの話とかいろいろ、ちょっとその、はい、あのインタビュアーが今来るから、あ、本当ですか、うん、あの、はい、あの答えて、ここはあのプロレスラー登場に戻っている、あ、その彼女言う以内の登場じゃなくて、あのプロレスラー当初中に戻って、あ、文体のに向けて、はい、あの、よしもう始まったんですね、24時間ね、でもう9時からですよ、僕9時から一人始めてますよ、え、今何時間経ったの、もう2時間、2時間、あと22時間、はい、あと22時間頑張ろうな、え、シャノン、あ、自分はもう終電が、え、何のこと終電ってえ、何のことですか、終電なくなっちゃう、はいはい、座って、あ、コノさん、あの差し入れ、お、あのクロワッサン、成城石井のクロワッサン、あれこれきなこと出てるやつってあれじゃないですか、ちょっと話題になったじゃないですか、そうですね、やった、差し入れ、そうなんです、クロワッサンゲット、あの成城石井でですね、私あのステーキ弁当と富士宮焼きそばとそれを買ってきてですね、はいはい、ステーキ弁当とステーキ弁当と焼き、あの富士宮焼きそば一人で食うというですねあれを、いやいや、やっぱりアスリートのお二方この時間にやっぱ炭水化物取れないじゃないですか、はい、クロワッサン、クロワッサンもダメ、まあ、パンですからね、まあ、クロワッサンだったら大丈夫ですよね、トンショさん、大丈夫ですよね、ダメです、ダメなんだ、え、じゃあクロワッサンは何時までなら OK なんですか、いやでも基本的に、うん、あのバターが入ってるんで、なるほど、あー、要するに24時間ちょっと食えないと、そうです、はい、いや素晴らしいですね、クロワッサンだったら違うものにするとかね、そうです、食べてもいいものを、はい、チェンジして、バターが入ってるのはダメだと、そう、基本的には、はい、へえ、それはカズ先生の教えなんですか、それは、あ、それはもう、はい、脂肪分じゃないですか、はい、はい、あ、そうです、はい、脂質、え、じゃあマーガリンだったらいいんですか、マーガリンもダメじゃないですか、マーガリンもダメ、マーガリンもダメなんだ、ええー、じゃあどういう食生活してるんですか、トンショさん、一体バターさえ取っちゃいけない食生活ですよ、だからあれですか、はい、肉と、はい、野菜と魚と、うん、はい、肉と野菜と魚、バランス取れてますね、はい、肉と魚で炭水化物取ってね、はい、うん、野菜でビタミン取ってとか、はい、どうでしょう、はい、それ以外は例えばラーメンとか食べてないよね、最近ね、ラーメンは、そうですね食べて、食べたな、お前、いや、ラーメンは、お前食べたな、いや、ラーメン食べてる、お前食べたな、あ、あの、ぜひ、あのお前食べたな、トンショさんのおすすめのラーメン屋さんがもしあるようだったら、ちょっと視聴者の皆様教えていただきたいなと、いや、おすすめのラーメン屋、おすすめのラーメン屋ですか、はい、宝そばとか言わないでください、あれそば屋ですからね、あ、そうです、はい、
自分行ったことないんですよ。あ、ないんだわ。はい、ないですね。行ってください。はい、はい、おすすめのラーメン屋。おすすめのラーメン屋は、大久保の道場の近くにあるラーメン屋さんです。お名前は？お名前はちょっとわからないです。え、あの道場の近くのところ？あの目の前の通り？ローソンの。ローソンの奥？奥、はい。それただ近場だっていうだけじゃない？それ。いや、美味しいの？いや、もうめちゃくちゃ美味しい。え、例えて言うとどんなような？あ、ほらローソンのそば、そう、ローソンのそば。要するにローソンラーメンでしょ、要は。いや、違う違う。いやいや、あの俗称。ローソンに近いからローソンラーメン、はい、便宜上ローソンラーメンでじゃね、はい、名前が分かんないローソンラーメン、はい、ローソンラーメンのどのあたりが美味しいんでしょうか、はい、エビカニのあそういう感じのなんか、ね、海鮮のあれだよね、出汁のなんかあれだよね、なんか2種類ぐらいあって、ね、へーへーへー、それが美味しいと、はい、いや結構あれですよ、みんな美味しいって言いますからね。なるほどね。いや、いい話聞きましたね。はい、はい、というわけでございます、はい、いや、違う、違います、違うんですか。社長、社長、社長も、はい、社長、じゃあ僕の隣に、はい、僕行きます。僕行きます。いや、僕こっち来ちゃいました。いや、どこ、あ、違う違う、あ、それがあるのね、はい、じゃあ、これやっぱこっちですね。じゃあ、僕がこっち、はい、この時間帯は、これは今何の時間帯なんでしょうか。動物が出てくる時間帯とか、そういう、全然違います、全然違います。これはもう雑に、はい、時間を潰す。僕全然ですね、ほとんど今回の24時間のその時間割みたいなの把握してないまま。大丈夫です、時間割把握しないでください。大丈夫、しなくても大丈夫ですか。大丈夫です。なんか無トークだけ最後のにやるっていうのだけはなんか把握してるんですけども、はい、今は、じゃあ、横浜分隊向けてのお話です。そうです、東京が終電があるので。なるほど、はい、終電前にはきちんと分隊の自分のテーマの試合を話さないと。終電何時ですか。半くらいですか。もうすぐ、やべ、やばいですね。このスタジオからね、最寄り駅まで40分ぐらいかかりますからね。はい、横浜大会の東京さんの、はい、カードは、はい、はい、何でしょう。自分はスメラギと、はい、組みます。組んで相手は、三富さん、大岡さん、大岡健さん、はい、大岡健さん、ついさっき新宿フェイスで試合やってましたよ。あ、本当ですか。名イベントに出てましたよ、はい、で、スリーウェイマッチでですね、はい、竹下幸之助、佐々木大輔に勝ってましたよ。お、はい、あの竹下幸之助とスリーウェイやって、勝つ人間ですよ、はい、それが横浜分隊に乗り込んでまいりますよ、はい、どうしますこれ。大岡健さん知ってます。タンクトップの人ですよね。そうそうそう、ディーン・アンブローズみたいな人、はいはい、知ってます。知ってます。今インディペンデントワールド世界ジュニアヘビー級のベルトを間違って巻いてる方でございまして。間違い、はい、なのでもしこの横浜分隊でその大岡さんから直接勝利を挙げれば、はい、そのインディペンデントワールド世界ジュニアヘビー級っていうタイトルに挑戦する権利が転がり込んでくると。ちょっと社長、はい、このインディペンデントワールド世界ジュニアヘビー級っていうタイトルがどれほどすごいものかっていうのをちょっとトンショさんに教えてあげてくださいよ。古いよ、ベルトですよね。相当古いですよね、これ ね、 ね、初代王者が誰だか知ってます。高見純君。違います。違います。違います。高が甘えてるイメージは、まあイメージがね、はい、初代王者は今ムーの太陽っていうサークルをやられてるこうマスターと呼ばれてる方で。佐々木さんですか。はい、数百メートル離れてる某お好み焼き屋さんで今イベントやってる方でございます。おっこんさんで、はい、今そこでですね、ザ・グレート・サスケと高道の君の2人がイベントやっててですね、うん、盛り上がってると。こっからわずか目と鼻の先で、だ同じこの町の中に、うん、ザ・グレート・サスケと高道の君とカズ・ハヤシがいるというね。なるほど、はい、ミシロプロレス。ちょっと行ってこうかな。行ってみてください。しか連れてきてください、2人のこと。今多分ヘベレ系になってると思うんで。はい、じゃあ会いたくない。特に千葉の社長の方は会いたくないよね、ヘベレ系になってるとね。はい、まあまあまあ、それはさておきですね、まあ、そんな大岡健さんと、そしてまあ三富さんがですね、最近あれですね、プロレスリング SZ に対し言いたい放題でございますね、はい、そうですね、いろいろ言ってますね。どう思いますあれ。いや、自分からしたら、うん、まあ、何言ってるんだっていう。何言ってんだと、はい、何言ってんだって感じです。それはどういう意味で何言ってんだですか。それと言ってることが間違ってるんですか。それとも三富正幸が言うことに対して何言ってんだなんですか。それはどっちなんですか。言ってることですか。内容ですね。はい、三富正幸がプロレスリング SZ に対して言ってること、あれは間違ってると。まあ、はい、どこが間違ってるか言ってやってくださいよ本当に。
まあ、なんか、この前の後楽園ホールで、はい、何でしたっけ、エース勢がいると、自分が上がれなくなるんだ、言ってましたね、そういうこと言ってましたね、はいはい、でもそれを自分で言ってる時点で、三富、エース勢だったらこうっていう、上にいるものに対して下から言ってるようにし、はい、あのにしか過ぎないと、しか聞こえないなと、おお、自分は思いました。なるほど。はい、実際問題、プロレスリングエース勢が出ると三富正幸さんがカードに組まれなくなるものなんですか、社長？ええってなんすか、えって。そこ考えてなかったですけど。三富正幸さんはそのように主張しております。そうなってましたっけ？まあ要はやっぱり、誰かが出ると当然誰かがその枠には入らなくなるわけだから、その枠に入らなく誰かが自分だということをまあ三富さんは言っておりましたね。はい、最近出てないっていうことですね、じゃあ。まあそのままいけばエース勢がいなければもう毎回のように出られるところを、そう、安泰だったところを、エース勢が、その考えが嫌だよ。その考えが嫌だと、はい、安泰を求めるなと。もうだってプロレスラーだ、安泰求めちゃダメでしょ。入れない自分が悪い、入れない自分が悪いと。そう、ね、そう、ああ、おお、言って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 、いや、自分も本当そう思います。入れない自分が悪いと、はい、もうあの入りたいんだったらもう自分の力で、自分の力で上にもう押しのけてみろと、はい、どう毎回試合がやりたいんだったらこの俺様トンショジュンを、押しのけてみろとトンショさんは言っております。頑張れないですか、頼もしいですね。トンショ対三富さんのこのあれが見たいですね、見たいですね、まあ大岡健は置いといてそっちのが見たいですよね、これはね、ですよね、まあ、また電話これ社長業ね、社長業はこういうものだよね、難しい社長、ちゅうか今三富さんから電話来たんじゃないの、今もしかすると苦情が、あるいはグレートサスケ高見すくが、おいこっち来いよみたいな感じで、もうあれですね、はい、いやちょっと河野さん頼もしいじゃないですか、トンショさん、まあ、ね、ね、いいんじゃないですか、これぐらいやっぱ言った方がいいですよね、これぐらい言ったっていうか、まあ、普通にそうやって思ってるでしょ、別にいいんじゃん、いや、まあ、はい、うん、本当に、という方、このタッグマッチはやっぱり、三富正幸から直接勝利を奪いたいと、うん、そうですね、はい、いろんなこと言われてるんで、はい、はい、まあ、他のエース勢も、例えばこの日組むね、あのスメラギ選手とかもこれね、はい、怒ってるでしょ、これ、いや、もう今日練習してたんですけど、はい、相当気合入ってました、おー、うん、相当気合入ってました、いいっすね、いいっすね、これね、そうですね、あー、相当、はい、やっぱこうじゃなきゃいかんすね、はい、いや、いいと思いますよ、全然、うん、そのね、言われっぱなしでね、はい、それよりも、はい、だってお前は にはお前の意見があって、はい、いいわけだから、はい、どんどん主張していこうってね、ほらファンの皆様も言っておりますから、はい、はい、言ってやれよ、はい、いや、言っていいでもよ、全然、はい、それ以外で何か主張したいことございますか、あのどんどん主張していいって言ってるんで、視聴者の方から有意思が出たんで、はい、それ以外は、はい、今一番こう、あの人間トンショジュンとしてそう主張したいことでございますか、はい、失礼します、はい、失礼しますと、す社長さんね、はい、忙しい、社長の社長の座をあのこっちに譲れとか、なんかそういうなんか主張があるようでしたら言っていただいて OK ですけど、はい、はい、あの給料上げろとかそういうのでもいいですけども、いやいや、せっかくあの社長さんがいるんだから、そういう場でそういうのは一応言うべき、まさかの、ね、はい、あの言っといた方がいいんじゃないかな、いや、プロレスリング SJ であの労働組合作るぞとかそういうことをね言ってもいいんじゃないかなと、あああもうそんぐらいやってもらいたいですね、うん、あの自分たちで興行をやるとかね、おお、いいですね、おお、まあ本当に東証順がトップを取ってもいいし、うんうんうん、そのエースでもいいんですけど、はい、そこがあの全ての興行をやるやる、うん、自分たちの力だけでやると、それいいですね、面白いじゃないですか、うん、まあ実際ね、あのまあいろいろ言っておりますけど、三富正幸選手は自分で動いてこう海プロレスとかね、合コンプロレスとかそういうの企画してちゃんと形にしてますからね、あの方はね、まあ、そういうところはやっぱ実行力がある方なんですね、なので負けてらんないですよ、エースもなんか、はい、丸々プロレスやりましょうよ、エースでなんかこう珍しい、はい、大久保プロレスとかね、あれ何でしたっけ、水木
リオン選手。あれもそうですよね。そうですね。ホストプロレスでしたっけ？歌舞伎町プロレスか。歌舞伎町プロレス。うん、歌舞伎町プロレス。そうそうそう。なんかそういうの思い浮かびません？お前家の近くどこだ？お前家の近くの大きい町はどこだ？どこ？大きい町。うん。大きい町。埼玉はどこだ？川越。川越。川越大会でいい。川越プロレス。川越。川越東京プロレスでいいですか？東京プロレス。トンショプロレス、いや、それ名前はいらないと思う。トンショプロレスいいっすね。名前いらないと思う。略してトンプロ。トンプロ。いや、名前はゴロがいい。ゴロがいい、ゴロがいい。トンプロやりましょう。はい。いや、それぐらいのことやっていただきたいなと。あともう一つですね、同期のですね、立花聖吾選手がですね、なんかえらいビジュアルになっちゃったんですけども、はい。あの方は昔からああいう、なんかそういう、なんか目があった方なんですか？いやこれあれですね。いや、昔から出た時に聞かれたもんな。はい、立場についてどう思いますか？コメントがあるで、いや、そうでしょう、そうでしょう。みんな気になる。いや、気になりますよ。いや、ずっとね、行動を一緒にしてきた、一期生として行動を一緒にしてきた人にしか分からない何かってあるじゃないですか。はい、我々には分からない。はい、ずっと一緒にいた人間が突如ああやって風貌が変わっちゃったわけじゃないですか。あと言動も変わっちゃったじゃないですか。はい、どう受け止めてるのかなと思って。いやー、まあ、よくは思ってないです。あ、よくは思ってない。よくは思ってないです、自分は。へー、前の方が良かった。まあ、真面目で反則攻撃ばっかするじゃないですか。しますしますします。それいらないんじゃないかなって自分は思うんですけど、うん、あ、あのビジュアルはあれでもいい、別にサングラスして眉毛剃って、はい、眉毛剃って、はい、はい、わざとあの体勢を低くして上、あの下から上を見上げるようなああいう感じ。いや、あれは必要ない。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 サングラスは OK。 まあ、まあ、まあ、はい。昔からなんかああいうなんか言ってませんでした？あの、俺いつかこういう感じのなんかこうあのとっぽい感じになりたいんだみたいなことって当時って言ってたんですか？まだ真面目な頃は。全く相談されたことないです。あ、じゃあああなってみてトンショーさんもちょっとびっくりしたと。いや、もうびっくり。うん、あれは何がモチーフになってるんですかね、あの格好はね。モチーフなんですかねこれね。あれ、金八先生で出てくる桜中学とかそういう、それともちょっと違うしね。そう、それでも僕らからするとやっぱビーバップっぽいよなみたいな感じしますけどね。我々はなんかあのアイパーズの滋賀健太郎みたいなみたいなことを言うんですけどさ、滋賀健太郎チックだってことは滋賀さん、あれも滋賀さんに変わってるね。なるほどねって言われてますけどもね。ビーバップハイスクール知ってます？知らない。知らない。え、本当に知らないです。ミポリンだよ、ミポリン。ミポリンって知ってます？ミポリンも知ってほら、もうミポリン知らない時代ですよ。中井美穂ですよって違うって。中山美穂だ。はい、そんなボケもわからないですから。そう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 、全てがわからないって。だから逆にその中井美穂さんも知らないのに、ね、ボケもわからないですからね。そうそう、両方わからないって、成り立たないっていう、ね、生まれてないわ、はい。中村徹ですよ、知りません？中村徹。あまりこうタレントさんのことあまりこうご興味がなさそうでございますね。え、そうなんですか。好きなのか芸能人はとかですよ。好きな芸能人。え、でもアイドルとか見るでしょ、だって今の最近のアイドルとか好きなの、いいんじゃないの、いないの芸能人。TWICE。え？TWICE。逆にタイムラグが。今ハテナマークが3つここに浮かびましたよね。ジェネレーションでギャップ、逆にこっちに押し寄せて。TWICE。TWICE。はい。アイドル。アイドルがいらっしゃる。はい、それは何人組のアイドルですか。いや、自分もそんな詳しくないですけど。TWICE っていうぐらいだから12人いるとか10。いや、そういうあれではないと。お、知ってる人が7人ぐらい。7人くらいじゃん。数肘をつくなって怒られてますよ、社長が。なんでだよ。はい、韓流なんですか。そうっすね。あ、はい、ティーアイスでトゥワイス、これ。あ、地下アイドル、これ。ティーアイドル。おお。どのあたりで活動して、どのあたりで。いや、もう最近日本に来て、うん、あ、じゃあ韓国のアイドルが日本に来たみたいな。あ、韓流なんですね。でも一応日本人もいるんだ。へえ。え、何人組なの。多分7人くらい。多分7人、そんな自分も。え、その TWICE のどういうあたりが、どこか。違うでしょ、多分そんな、そんなの誰かがいいんだろう。その中7人で全部じゃないでしょ。そんなの誰かが可愛いとかじゃない、はい、お気に入りなわけですか。いや、違う。違う、全部がいいと。全員なの。TWICE が全てがいい。歌がいい。お、TWICE の楽曲がいいと。はい。で、例えばどんな歌なんですか。どんな歌。
多分7人うん、俺たちはトゥワイス元気だぜみたいなそんな感じ。あ、全然違う今怒られましたよ、本当私ね、はい、もう我々ヘイトしか言いようがないですね。もうちょっと、もうちょっとあのこのおじさんたちが分かるようなとこと韓国のガールズグループ、うん、あ、ガールズ、はい、女の子しかいないの。あ、女の子、そうそうそう、はい、女の子です、当たり前じゃないですか。そこぐらいは分かりますよ。トモショさんが好きなんだから、やっぱ男、女の子じゃないですか、やっぱり。あ、いや、僕はトリプル A みたいな感じで、ええ、女の子で、男の子みたいな感じだったかな、みたいな。ドリカムのようにね。あ、そう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 。なるほどね。ドリカムね。ドリカム知ってます？ドリカム。知らん。ドリセスカムンセス、知りません？知りません。そんな違いますよ。そんな話はどうだっていいや。はい、それ以外でちょっと、あの、僕らおじさんが知ってるようなこうタレントさん。アイドルじゃなくてタレントさん。好きな、うんうん、こうテレビとか見てて、おこの俳優いいなとか、この女優いいなみたいな、好きなタイプ的な、好きなタイプ、可愛い感じ、綺麗な人、可愛い感じ、可愛い感じですか。あ、なるほど、はい、例えば、例えば、うん、例えば、例えば、例えば、目が2つあって鼻が1つあって口が1つあるような、それはほとんどです、ね、その中から、あれですか、ね、AKB とかの時代じゃないの。あんま見ない。はい、AKB とかももクロとかそういうのはあまり。あんま。ああ、もう違う。でも昔はそこの、うん、もうあったんでしょ。昔は、はい。そん時は誰だったの。そん時は。な、誰が推し。誰が推し。そうそうそう。誰が推し。推しって言い方が言いたかったと。言ってみたかった。そう。推し、推し。トンショ推し。トンショ推し。トンショ推し。俺は新田恵梨派だった。聞いてない、誰も聞いてないよそんなこと。おにゃんこクラブ来た。なんでおにゃんこクラブを今出すのそれ。プロデューサー一緒だけどおにゃんこクラブの方来た、はい、そう、プロデューサーは一緒。おにゃんこクラブって知ってます？聞いたことはある。セーラー服を脱がさないでって訴える人たちですよ。それは分からない。それは分からない。で誰推しだったの。いやいない。いやちょっと誰推し。いや、さっきからですね、何一つあの明確な答えが返ってこないこの方がですよ。このか、その、そんな方がですよ、三富正幸に対してはがっちり言ったわけですよ。これはいいことだと思います、本当に。それ以外のことは何一つ明確な答え返ってこなかったので、そこだけは言ってやったわけですから。彼本当の思いがね。そうそう。これですよね、社長がよくやる。はい。これですよ。ここ、買いたいですよね、やっぱりね。そうですね。はい。はい、というわけでございまして、終電まであと10分ほどでございますけど、よし、だからあれだな、都合悪くなったらもう終電ですからって出てて、はい、あ、わかりました。ちゅうか、もう、もう行く、もう行く、まだ大丈夫ですか。もう行っとくか。いや、まだ大丈夫です。あ、まだ大丈夫、はい、まだ大丈夫だと。やめるってくれよ、その、俺の番組出たから、24時間出たから家帰れなくなったと。あ、でもね、満喫ですとか、やめてくれよ。いや、大丈夫です、はい、え、でもずっと出ることもできるでしょ。逆にね、あと22時間。いや、さすがにそれはかわいそうだから、7時ぐらいまで、はい、朝まで、7、8まで、ここから7時は結構ここから7時が一番きついんだと思います、僕は、はい、はい、内容が結構、はい、え、でも、いることもできるんですか。それはもちろん、はい、いていただく。え、彼は18だけど、大丈夫なんですか。そこは18ってどうなんだろう。18は大丈夫じゃないですか。18歳は18時まででしたっけ。それ関係ないか、関係ないか。大丈夫、本当ですか。いることは大丈夫です。なんかあれけど、ほら、露骨に帰りたそうじゃないですか。そうですね。でも、この、眠そう、眠そうな顔、眠そうなところを我慢してる顔のトンショ君を見せたい。それは、もう、たまらないですよ、女子の皆様は。かわいい。もう、眠気眼をこすってるトンショ順なんて、もう大変でしょう。今パソコンの前にいる女性の皆さんは18歳なら大丈夫、18歳以上なら大丈夫。あ、本当に、あ、オッケーオッケー。未成年、あ、義務教育。大丈夫大丈夫。18歳って未成年ですよね、一応。18歳は未成年、ね、そうですよね、はい、義務教育。あ、そうだ、ママが心配する。だからちょっとお母さんに電話してきて。あの悪い大人に捕まってるって言って、助けて、なその軟禁状態だって言っていいですから。あの口座に何百万振り込んで、解放してほしかったら何百万振り込んでっつって。ほら、女子いっぱいいますよ。ちょっとトンショさん、ちょっと、はい、あの寝起きでこう目をこすってるような顔、ちょっと今ちょっとやっていただけると。あ、でも門限あんの、はい、門限あるんですか。門限は。あ、そう、うん、
何時ですか？12時くらい。あ、じゃあ本当に帰る。じゃあ終電で帰らないと。ちょっと帰る前にちょっと女子の視聴者の皆様にこう、最後一言お眠な感じをちょっとやってくださいよ。これに対してお願いします。これに対して。お、言いたいことがある。これに対して言いたいんだ。って言いたい。おお、いいね。お、そんなあの眠い顔なんかしてらんねえと。見せて大丈夫ですか？いいっすよ。これです。誰ですか？アンディウーですか？いや違います。田中岩石。いや違います。あれ？あ、三富選手。はい。三富正幸を指差しております。何でしょうか？いやまあ分隊で。はい。まあもうカード決まってるんですけど。はい。三富が何だ、何なんだよと。何なんだよ。俺は思います。はい。入場9割、うん、で試合1割だと自分は思ってるんで、入場9割試合1割、はい、三富さんのこと。そうです。もう入場でしか見せるとこがない人間だと。ないだろうと。あ、はい、お前は自分はもう10割試合です。おーよし、おーよし、おーよし、おーすぐ言えるとこが。社長入場何割？私半々ぐらい。もうすでに半々になってるんで、はい、社長すでに半々になってるんで、もうこうはこういう大人にはならないように。社長、はい、社長、もう全力10割試合ですよこの方は。いやそれはもちろん。入場9割の人間に負けてらんないと。いやもうあんだけ言われてるんで、はい、よし、はい、パートナーも、はい、もうスメラギももう気合い入って、気合い入ってる。あのね、なんか大人しそうなスメラギ選手が気合い入ってるわけですから、はい、いやもう今日練習すごかったです。今日練習はすごかった。じゃあ、はい、本当に期待してほしいね。うん、そうっす、はい、はい、期待してほしいってこと。じゃあ最後視聴者の皆さん言ってくださいよ。よし、はい。横浜文化大使館で、うん、自分スメラギ、そして、対戦相手に三富正幸、大岡健がいるんですけども、はい、この男見えますか？大丈夫ですか？大丈夫です。あ、映ってます。まあ、この男に、まあめちゃめちゃボロクソ言われてるんで、はい、まあ、自分とスメラギで、ボコボコにして、うん、もう言えないように、言えないように、はい、口を塞ぐということですね。塞ぎます。わかりました。よろしくお願いします。もう完全に大岡健は蚊帳の外やねこれね。いやもう、ね、黙らすと。もう黙らすと、はい、要は一回もタッチさせないうちにもう三富正幸を仕留めて、大岡健が一回も出ないようにする。いやもう、はい、ボコボコにします。わかりました、はい、というわけでございますね。いや、非常に頼もしい若者でございます。トンショジュンさんでございましたね。はい、ちょうど時間があるからもういいな、はい、あ、ありがとうございます、はい、終電です。イエーイ、トンショジュン選手でございました。ありがとうございます。気をつけて帰れよ。気をつけて、気をつけて。18歳なんだから気をつけて帰れ、本当にね。ちゃんと帰れよ、お前。それ持って帰るんだ。それ持って帰るんだ。はい。ありがとうございました。はい、お疲れ様でした。あ、大丈夫です。はい。はい。いやちょっとこれ、僕がさっきあそこで弁当食ってる間割とこう緩かったのがいきなり火つきましたね。ねえ、いやでも最後に言わせてくださいって言ったあたりはちょっと僕も感動したでしょ。びっくりしましたね、自分からね、はいはい、言うか、はい、いや、いや僕てっきりあれ、あの今日のギャラいくらですかって聞くのかと思ったんだけど、したらそうじゃなかったからびっくりしましたよ。本当にあの一律ボランティアです全員。レスの人はもう煽るために必死ですから。ああ、枠買いしたそうじゃないですか、社長さん。これ24時間ね、相当か。だってあれでしょ、30秒で5万円でしたっけ、ニコプロは枠買い。それはそれさっき、あ、それ武藤さん、あ、それ武藤さんなんです。さっき武藤さんの、うん、なんか武藤さんがイベントしてるらしくて、うん、さっきそれに電話してみたんですよ、うん、そしたら隣に武藤さんがいますって言って、はい、武藤さん一瞬出てくれたんですけど、その前の交渉が30秒5万、はい、でもうわーってなんか、おー、これ聞こえてんのかよとかいう話で、うん、もう1分経ったから10万です。10万お、聞こえねえよって言ってるだけで10万10万でしたね、はい、いいのか、もう世の中のものの価値が分からなくなってまいりましたね。だからもう渋谷とそやと武藤さんがもう、あのもう何が言ってるか分かんなくなって、ええ、まあ、でもともとにかく面白いから電話してみようかなと思ったら、はい、むちゃくちゃでした。あれは本当に武藤さんだったんですね、結局。多分最後のは武藤さん本人だと思う。武藤さんの真似してる方で、俺わかんねえ、聞こえねえよって言ったのは多分武藤さんだと思う。へえ。最初になんかそれが振った武藤さんは多分偽物が真似してたと思いますけどね。あ、あんなにフレンドリーに喋ってくれる武藤さん見たことない。うん、
なるまあそうですよね。ということはですよ、はい、その勝社長がもうね清水の舞台から飛び降りて買った枠外分のお金が、はい、そっくりそのまま武藤会長に行くってことになりますよね、これね。だから会社のお金が会長に行っただけで終わりですね、これね。そうです、ああ本当か、会長のお金はどこ行くんですかね。会長のお金は多分いろんなこう、うまいもん食って終わりじゃないですか、ね、いや、あれですか、若いやつに飯食わして終われば、あ、じゃあいいっすね。そしたらぐるっと回って、あ、歓迎しますね、ぐるっと回ってレッスルワンのためにね、はい、まあこれ食物連鎖ですね、これね、そうそう、体もでかくなるし、ね、そうですね、いいっすね。マネーロンダリングマネーロンダリングじゃないよ、それ別に、やばいやばいやばい、はい、やばいやばい、いやー、で、今23時30分でございますね。ここからあとは、このはどんな感じになっていくんですか、これは。まあまあまあ、まだもうちょっと適当に話してて、適当に話して1時過ぎぐらいから、はい、あのキングコングのいいお話が、ええ、ためになる話がある。あ、説法、はい、はい、グランプリ、あ、なるほど、レッスルワングランプリ、あのレッスルワングランプリってのはどういうことやるんですか。最初はオセロで対戦しようかなと思ったんですけど、いや、ゆるいね、はい、オセロレッスルワングランプリオセロ、はい、いや、最初は将棋だったんですよ、はい、藤井四段のブームがあったから、はい、今将棋やったら視聴率取れるのかなと思って、はい、やってみたら、はい、将棋やたら時間かかるらしくて、あ、けどほら早指し将棋すればいいじゃないですか、あの30秒以内に指さなきゃダメみたいな、で結局分かんない人もいるっていう話で、あ、じゃあオセロだったらできるかなと思ったら、うん、マッチメイク上同時に対戦相手を呼ぶのは結構面倒くさくてですね、まあそうでしょうね、だから雑にルービックキューブのタイムアタックにしました、ルービックキューブ一面揃えるまでのタイムアタックにして、誰が早く一面揃えれるかみたいな、6面ではなく一面です、だから一面だったらすぐできるかなと思って、そうですね、はい、それを誰がやるんですか。見てのお楽しみなんですけど、ああこれからやってくるんですか。あの VTR で、あ、 VTR で、あ、ここでやるわけじゃないのね。そうです、はい、6人7人選手にやってもらいましたよ、へえ、はい、え、6面揃えられる人っていないんですか。いや、あれどうなんですか。IQ130、 あら、あ、え、できますよ、6名、はい、IQ130 今ここでもしあるんであれば、物はない、ないか、物はない、まあありますけど、まあ今じゃないですね、今じゃない今じゃないです、あと、okay、 分かりました、あと何時間か、だいたい今じゃないと、あのその V の最中にやってくれないと、多分、うん、唐突に6名揃えて一番すごいの検査になって僕らがそっか一面の競争が雑に、ね、そうですよね、はい、当初ありがとう、ありがとう、お疲れ様でした、お疲れ様でした、はい、皆さん、東証さんに拍手、はい、はい、あ、そっかそっか、じゃあ6面揃えるのは全部終わってからしないといけない、そうです、わかりました、そうじゃないと僕らが必死に1面を揃えて宿泊してたのがアホすぎるでしょ、そうです ね、 やめてください、わかりました、無駄にハードル上げる、すいません、申し訳ないです、はい、あの、はい、ということで、今日はやらない方がいいかもしれないですね、そうですね、そうです、あ、そっか、明日のエンディングぐらいで、明日のエンディングでやりましょうか、そうですね、こんなのありましたって言うと、だいたい3分ぐらいで、すごいね、え、6名もですか、はい、え、じゃあ、でもやり方知ってるってことですよね、揃え方を、あ、え、じゃあ、例えばここで皆さんに見せないでこう崩してもらったやつ、インバーもらってこうやってこうポンと置くような感じにしましょうかね、後でね、後でね、はい、まあ、それが僕らは、僕ら必死に一面をやってる姿を流して盛り上げようとしてるよね、そうだよね、あの、ケンさんが下回っててスポット置かれたら、はい、それこそ、あの何の勝負みたいな、あの全カットになりますそれはもうあの僕絶対あのあのいかんですよね、それはね、はい、分かりました、はい、それが、グランプリとしてあると、そうなんですよ、でその後に説法でしたよね、確かそうです、近藤さんのためになる話、ね、それは、近藤さんの V ですよね、そうです、ここにいらっしゃるわけじゃないですよね、いらっしゃらないと思いますね、あ、分かんないです、でもなんかツイッターでは、襲撃予告が、襲撃っても何もないですよね、ここね、いや分からないです、ここに襲撃予告が出てたという説が、自分の説法自分が聞きに来るんですか。いや、自分乱入しようかな。ああ。濁してるので。はいはい、はい。わかりました。スタジオに来る来ないの話があるんです、はい。なるほど。はい。で、あの一応僕まあポイってあの波彦さんに言われたから一応今日来たんですけども、はい、僕はこの番組の中でどういったことをやればよろしいでしょうか。え、特に。特にいればいいんですか。いればいいです。で、あの眠たい時にあっち行って寝てればいいみたいな。そうです。もう自由参加です。ああ、なるほど。困った時に。ああ、なるほど。深夜帯がですね、なかなか濃いプログラムなので、はいはいはい、視聴者の皆さんと河野さんとの多分、うん、V 見て受けて、うん、V 見て受けて必死に繰り返して朝日を見ないと。あ、
なるほど。あの朝までたどり着けないので。あ、じゃあ僕らもその V を見る必要があるわけですね。はい。そういうことは近藤さんの説法を私今から見なければならないと、はい、たっぷりたっぷりあります。だって西島さん本当に1時間半ぐらい聞いてたんですよ。はあ。近藤さんと僕と西島さん3人で1時間ぐらいその話ですからね。総弱1時間半で、それって最終的に納得できることだったんですか。僕は納得というか、おお、なるほど。あ、感心したと、はい、へえ。それきついなぁと。そういう副社長の姿って社長は見たことあります？知らない。あ、そんな社長が知らない世界なんだ。喋り続けられんの、そんなの。普通に話してますよ。誰に向かって話すの？いや、あ、3人です。普通に3人で対談みたいな感じ、トークショーみたいな感じで。すげえなぁ。だ、関連的なことを1時間半喋った。1人で向かって、だから2人に向かってこう喋るわけでしょ？そうです。だから近藤さん、近藤さんって僕座って、西本さん座って。カメラ、固定カメラずっと3人をダーッと撮ってる。そう。で、それで休憩2回で1時間半行ったんですよ。で、なめこさんと河野さんそれをはいはいほーっつって聞いてるだけ。そうですね。言葉返すんですよ。なんか。いや、もうはい。ミーティングみたいな感じですよ。ただの打ち合わせみたいな感じですね。ただ、ロケーションがなかなかすごいので。ロケーションがすごい。ちょっと見ていただければ。ああ。まあまあ、それ楽しみです。ああ。で、それ何時からでしたっけ？これが1時から1時間半それがあると。あ、ごめんなさい、1時半1時半からそれがあると。3時半まで1時半から3時半、はい、なるほど、はい。で、それが終わって、それが終わって今度は、河野さんと僕の横浜デート、うん、あ、それも僕見ているわけですね。はい、そこはあの夜中の動物園枠だったんですけど、僕と西島さんがロケを行く日に限って、あの豪雨の天気予報が出ちゃったんで、やばいっつって、あ、じゃあ室内の水族館にしますかって。え、そこ動物園行かなかったんですか。はい、そしたらカラッカラ晴れるっていう、ね、水族館の中でカラッカラ晴れてるっていう。いやいやいや、雨の日の動物園結構穴場なんですよ。動物が出てこないから、ね、いや、それがですね、はい、雨が降ると喜んで出てくる動物もいるんですよ。あ、種類、要はこうシャワーの代わりに水浴びで喜んじゃう動物がいるんですよ。まあ、そのヒットがゴリラなんですけども、ゴリラは雨の日に喜んで出てきて、もううほうほう喜びながら雨浴びてますね。なるほどなるほど。ただもうあれですね、僕らが嫌ですね。まあそうでしょうね、豪雨だったらね。なんかこのゴリラを、あーゴリラ出てきてるなーって、あーゴリラが水浴びてるねーって終わる。嫌だなーってやあー、じゃあそれは水族館と、あと中華街。いいなぁ、ちょっとなんで僕も連れてってくれなかったんですか。行きたかったですよ。中華街なんか飯食ってきたんですか。あの報告したあのもの、報告した昨日のライブ、あのカズサップのやつの報告ですね。はい、なるほど、じゃあその、あのデート風景が見られると。そうです。で、その後にあれですよね、あのサマーフェスですよね。そうです、はい、そうです。会見と、はいはい、あの一日あの夏祭りの模様が、もう私があれはひどい目にあったというですね。そうですか。公開会見やったじゃないですか、はいはいはい、まあ、それは後ほど流れるんですけども、はいはい、始まる前にですね、渋谷さんが僕のとこやってきてですね、はいはい、あのケンさんすいません、あの公開会見なんですけども、はい、マスコミが一社も来てなくてですね、あの質問していただけませんかって言われてですね、はい、であれ別にあの僕が意図したわけじゃなかったんですけども、こうほとんどの質問を僕がやると、はい、まあ、要はシュープロのですね、はい、成川記者がですね、はい、遅れてきたと。来ましたね。そうあのカメラマンさんはいたんで、その絵は撮れてるんだけども、質問する記者がその時点でまだ到着してなくて、あ、じゃあ代わりに代替。そうなんです。それで、こうね、なんであいつばっかり質問してるんだみたいに白い目で見られる中仕方がなくこうね、各ね、あのカードにその望む選手にこう質問をしていたら、まあやっぱりね、社長副社長コンビはやっぱトンチが効いてるんで、まあ、そこが一番面白くなったっていうのが後ほど見られるわけですね。あ、なるほどね、はい、今の話を聞いたらただただシュープロがどうしたってそう記者さんその遅刻っていうのはどうしたってことですね。あれですよ、もう OB ですよ、 OB にこうそれをやらせるというですね。で、あの遅れて成川記者が来て、何かあの遅れたから俺全部質問しなきゃいけなくなった、あーすいませんねっつって終わらされちゃったっていうもう全然ダメですね。はい、1分戦そうだね、シュープロ1分戦ですね、はい、まあ、これはまあ、その日ね、他に催し物があったんで、それもね見られるという時間帯でございますので。そう、それゲーム大会、クイズ、はい、くじ引き大会頑張りましたからね、はい、ね、そので
ね、すごかったね、大行列を。あれすごかったですね。結局僕全く、まあいいや、それは見ていただければ分かるんですけどね。はい、はい、それがあると。でその後が、あとは河野さんがですね、はい、あ、そうです、対談を、普段あんまり交わらない人と話してきました、うん、これはちょっと僕も楽しみなんですけどね。はい、それは言って言わない、まあ、まだ見てなかったら、まあ言ってもいいですね。まあ、言ってもいいですか。はい、あのボクシングのチャンピオンのケンシロウ君、世界チャンピオンのケンシロウ選手とちょっと話して。なんで？知り合いのつてで。へえ。ボクシングの世界チャンピオンと話して、あの WBC のベルト見せてもらいましょう。どんな話、北斗神拳の話とかしたんですか。いや普通にあの彼の生い立ちとかそういう疑問から、ボクシングの疑問から全部あ、ほとんどこう質問者になって。そうですね、聞き手ですね、聞き手ですね、どちらかというと。でもあれなんですよ、アンディと仲いいらしいんで、うーん、レスラーも見てるらしくて、うんうん、あ、本当に T シャツ、レスラーの T シャツ着くんで。ほんと、すごい、嬉しい。じゃあこれもしかするとご本人も見てくれるかもしれないですね。世界チャンピオン、朝っぱら、朝っぱらに世界チャンピオン、世界チャンピオンにも見てもらえるニコニコプロレスチャンネル、はいはい、すごい。あと、うん、西島さんが見たいというだけで鈴木秀樹と、はい、僕河野さんと鈴木秀樹さんがすごい共通してる、してるね、うん、してるしてる、背も高かったから、してるしてる、雰囲気と、だからなんかとりあえずあの人が見たいからって言って僕2人で話しました。え、今まで会ったことあったんですか。いっぱいありましたよ。ああ、あの今年も札幌かどっかで大日本とレッスルワンの昼夜の時とか会場であったりとか、あとはぐれ軍工業の同じ会場でとか、はい、普通に会って挨拶とか。あ、これは面白そうですね。それを西島さんがキャラキャラ笑いながら笑いながら見たんだ、ってことは面白いんだ。まあお二人の共通といえばあの方になるんですけど、家臣さんの話ばっかりです。その方が、なるほどね。全編はお流しはできないんですか。でも1時間半ぐらい喋ったんですよね。へえ。1時間半だったんですけど、放送は大体30分ぐらい。いやー、それは面白そうだわ。へえ。剣道家臣話に花が咲くと。はい。まあまあ、僕は新弟子の頃の先生と、ICF の時の、あの先生らしいので、コーチというか、指導委託者らしいんで、まあ、その話とか、ボンバー斎藤の話とか。将軍岡本の話とかそういうボンバー斎藤の話、はい、剣道家臣とかボンバー斎藤っていうのはこの業界におけるコミュニケーションツールなんですね。こう、まあ、知ってる、僕と秀樹さん話が弾むと、いや、僕と秀樹さんの間の中でですね、だって社長もこの中入ろうと思えば入れましたよね、剣道家臣だったら。まあ、全然あの、はい、要はそういうところで話しますけど、はい、だってこの間だって3人で組みましたからね、ええ、剣道家臣と林さんと僕で、はぐれ軍工業で、しかもサニー小野さんまでついて、そのサニー小野さんがすごい、サニー小野さん生きてたんですよね。いや、すごかったですよ、あれどうやって見つけてきたんですか、サニー小野さんは。サニー小野さんは、あの実際言うとですね、仕事をですね、はい、しようかなと一緒に、向こうのとあるテレビ会社と、ちょっとこっちレスルワンとつなげまして、はい、で向こうでもうまくこうレスルワンが見れるようなものを作ろうかな。あ、まだアメリカ在住なんですか。あ、そうです、普段は。あの人、あ、そうなんだ。ほぼアメリカ人ですよ。へー、それあの日日本に来てもらって、 あの人その時は、うん、向こうからそのアメリカのテレビの話を持ってきてくれて、うんうんうん、でそれで話し合いをしてたんですよ。あ、で何日か泊まるっていうことで、あ、ちょうどハグレ軍あるから世に出しちゃうと、一緒に出ないっていうふうに言ったら、あ、行く行くって言って、だから自分はもうテレビで見てたし、ね、いや、僕も、うん、いや、あれワクワクしましたよ、現物見たの、本当に。あ、僕、あ、だってあれ見た瞬間、こうやっちゃいましたもん、やっちゃいましたもん、こうやって、はい、だから、僕も、うん、ちょっと今写真は大事に撮ってますけどね、うん、臨場で撮ってくれたんで、それは林さんからもらってラッキーと思ってやっと撮れたみたいな。いやーね、頭白くなってて、なんか谷村新司みたいになってましたね。ね、うん、もうあんなになっちゃいましたね。ね、もともとね染めてたんだけど、もう染めるのやめちゃったみたい。ああ、そうなんだ、ね、はい、まあ、これ誰だか分かんない方はサニー小野尾ですからね。そうです、小野尾で、あのヤフーでググってみていただければ WCW 時代の勇士がね
多分画像検索でヒットすると思いますので、はい、そうなんですよね。 WCW のねマネージャー役みたいな感じでね、はい、いつかちょっとあれですねニコプル呼びたいですね、サニオノさんをね、なんとかして呼びたいですね。ちょこちょこ最近来るんです。あ、来ます？うん、あ、それに合わせて、そうです、旅が合えば、タイミング合えば、西山さん、狙いましょう、サニオノをリコプロに。本当来る可能性あります。だって、あれですもん、ドームホテルですもん。ん？ドームホテル。ああ上宿が、上宿が。はい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 。上宿がドームホテル。ドームホテルです。いいねこりゃ。でもね、はい、あれはねやっぱりなんだろう、うん、見てる僕としては見てた僕としては、うん、もうアメプロの向こうの人だから、はい、ちょっとあれですよね、写真撮れて嬉しかったなって。いやそうでしょう、はい、だって日本のエリック・ビショフみたいなもんですよねって。全然違うけど同じ時代にいただけだけども一緒にいました、はい、あれもともとエリックさんの空手の先生なんですよね。そうなんですか。そうです、あの人空手の先生なんですよ。それでエリックさんに教えてて、それでエリックさんと仲良くなって、それからプロレスの方に入ってきた。あ、そうなんだ。それからの表舞台というか、プロレスという舞台に、うん、当時あのエリック・ビショフがビンス・マクマホンを挑発するのにあの空手着着てね、なんかこんなことやってましたよね。はい、もうそれは全部サニーさん仕込み、サニーさん仕込みだったんです。でその後 WWE にあのエリック・ビショフが来た時、あのスティーブ・オーシンと一騎打ちやったんですけども、うん、そのスティーブ・オーシンに対してもその空手で行こうとしたんですけど、全く歯が立たなかったですね。さすがにサニー小野さん仕込みの空手もオーシンには全く歯が立たなかったという。強いですねオーシン。オーシンやっぱ強いですねやっぱりね。まあそんな話はさておきですね。じゃあ2人ですね。じゃあね、そうです。ケンシロウさんと鈴木できさんと話したんですね。対談が。はい、はい、これが朝方ですよね。はい。大体7時。目処としては7時開始。7時開始。で、8時ぐらいまで。はい、でその後女子会でしたっけ。いや、そこからがあのスマホなし待ち合わせ、これ見えない。これ何ですか、これ。これはね、ガキの使いでやってたんですよ。はいはいはい。パクってですね。はい。あの、丸々パクって。はい。スマホを使わず、はい。都内で、こう、イメージするところにみんな集まってもらう。集合する。うん。例えば、お題があるんですよ。はいはい。高い建物とか。おお。高い建物いっぱいありますよね。はい。だからどこに行くっていう話で、うん、みんなで何も言わずスタートして、集まれるかって、みんなの意思が合うかっていう。よ、ニューエラの絆は本物か。それで絆を図られてしまうと。はい、図りました。なかなか難しくないですか、これ。で、はい。うん。だけど、集まってもらわないと。でも、普段ニューエラが一緒にやってこう行動してれば、大体わかるんです。あ、例えば、ツタヤっつったら、はい、あそこのツタヤ。どこのツタヤってなりますもんね。なるほど。ローソンって言ったら絶対奥物の道場に、奥物ローソンになりますからね。どう考えてもあそこになりますからね。あそこでしょっていうぐらいの、思い出した。そういえばさっき、うん、あのラーメンの話したじゃないですか、うん、あのローソンの隣のラーメンは優作っていうの。優作、はい、カートアングル、カートアングルがいるの。あ、違う、知らないんだ。優作といえばカートアングルっていうの。ユーサク、ユーサクってほら入場の時に言ってたじゃないですか。だから日本のファン的にはユーサクといえば、ユーサクといえばもうカートアングルというのが。知らなかった。はい。ダジャレ。ユーサク。ユーサク。宝そばじゃないよ。はい、宝そばの好き。え、ね、漢字でどう書くか覚えてます？ね、優勝の優ですね。うん、そう。で、サクがなんか。サク。作るですか？作る。作る。そう。ということは松田優作と同じ優作ですか。これはね、そう松田、そうですね、そう優秀の、あ、蔵書いてあれですね。ああ、出ました、はい、これです、これです、はい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 、想像の層ね、はい、はい、優作ですって教えてくれてるの、その優作の方ではないですかね、これね、もしかすると見ていただいてるのかな。これで優作って言うんですね。はい、これでエビカニを使ったラーメンが美味しいと。そうそう、エビカニなのかカニエビなのかで揉めてましたよね、うん、エビとカニ両方が一つに入ってるんですか。僕たちはエビだと思ってたんでね、はい、はい、うん、そしたらで、うちの事務所の人たちが事務所の人たち行って、はい、だからカニがメインなのかエビがメインなのかみたいな論争を始めてたんですよね。そうです、はあ、俺たちは絶対エビだよ俺たちは住んでたんだぞみたいな感じになって、事務所の人たちが言うんじゃねみたいな感じで、結局看板ちゃんと見たら、はい、カニだったカニメインだった、カニメインだいろいろ
行ってみた結果、やってみた結果、そのものズバリの姿は入ってないんだ、そこに出汁としてそれが使われてるっていうことですか、それは。そういうの写真があるよね、使ってるんですよ、使ってるんですよ。看板を見た限りはカニだと、はい、なかなか。いやいや、エビだと。あ、まだエビだと言い張る。じゃあこれはやっぱり看板変えたんですよ、きっと。変えた看板のエビとカニの順番を変えたんじゃないかな。まあこれは実際にあの視聴者の皆様にそこに足を運んでいただいて食べてもらって、まあ報告してもらいましょう、エビなのかカニなのか、はっきり、はっきりさせろと。大久保駅近くです。大久保駅と新大久保が最寄りかな。そうですね、間ぐらい、うん、はい、で一本中に入ったみたいな。なるほど、はい、あ、そうだ、で、なんだっけ、そっか、ニューエラーのそれがあって、でその後が女子会、はい、これはもう桜田さんお人にお任せすればいい。もうなんかあのあるんですよね、独演会というこのニコプロ恒例 の、 この視聴者と演者で1対1でこうやり取りするというコーナーがあるらしくて、はいはい、そこにまさかの女子を、レスラーの女子を投入するという。そこはじゃあ僕ら例えば休んだりとか。お休みです。我々河野さんどの時間帯に寝ます？もう全部寝ます。全部寝ます。いやいやいや、そういうこと言わないで。いや、あのどのあたりで横になったりとか。もう眠くなったら寝ます。眠くなったら、そろそろ僕いいですかって言って、はい、なるほど、僕も朝過ぎたあたりはちょっと、うん、いいですか、その、13時から検査、13時から僕があるんですね、はい、あ、13時から開きます。開く、13時から開く、はい、なるほど、13時まで、じゃあはここにいると。そうですね。あ、どっか出かけるんですか？いやいや、あのただあのその近くのサウナでちょっと横になってくるぐらいですけど、ね、あ、多分、はい、明日の夕方午後帯が暇開きます。多分午後帯が開く、夕方午後帯は、はい、はい、が開くと、はい、なるほど。あのまああれです、隙を見て勝手に行って大丈夫です。はい。ちょっと風呂、ちょっと風呂入ってくるって言ってくれれば大丈夫です。全然。はい。ちょっと私あの今の時点で原稿2本抱えていてですね、どっかのタイミング隙をついてですね、そこで書かなきゃいけないと。ですので。締め切りは、うん、あのまあ締め切りはそうですね、もう明日の夜中ぐらいなんですけど、明日の夜中は夜中で僕ちょっと他のものがここであるので、なるほど、なるほど。だから隙を見計らって原稿を書きつつここにも出て。ちょっとサウナに行ってこうシャワー浴びてきたりとか、はい、そういう感じでございますね。はい、はい、じゃあ、桜田さんのやつが終わった後もうまだ僕はここにいるということですね。はい、はい、その後が座談会。座談会、はい、はい、分隊の見どころ紹介ですね。1試合目から今までのどういう状況のあれなのかという、はい、あとそれは、はい、記者会見の情報とかも含めつつ、はい、分隊の1試合目から順番にこうこういうテーマでこの戦いはあるんだとか、あでこっちはこういうふうにやってる、今こういう状況なんだっていうのを分かりやすく、うんうん、説明しようと。誰が？誰が？ここには市川さんが、市川さんも来てくれるはずです。はい、お市川記者と、はい、はい、あ、もう僕、はい、はい、要は見どころ語った後にじゃあいつもの予想会のようになんかどっちが勝つかなアンケートみたいな。そうですね。はい、はい、あとあれですね、小野さんとかにもアンケート。僕は出してるので、おいおいおい、見どころはどうですかみたいな、はいはいはい、注目のみたいなのを聞いてます。熱血ティーチャーにも、ティーチャーが、ティーチャーにも、それは映像で、多分文章だけだと、あ、文章、はい、文章で来るとメールで聞いたんです。はぁ、で一応モサノさん去年も出てくれたので、はい、なんで今回もどうですかモサノさんってことで見どころ。ここには来ないですね。来ないです。忙しいらしい。あれから東京女子かな。いや、わからないです。わからない、わからないですけども忙しい。いやー、文章でね、食ってる人に文章で答えてもらって、それをやっていただいたと、小佐野さんに。そうですね、小佐野さんで、ちょっと。ってことは、ここにいるのは僕と河野さんと市川記者。そうです。の3人ですね。わ、はい、かりました。はい。それがあると。で、その後が。インタビューです、選手インタビュー。はい。はい、だからここは、もう市川さんと選手に任せて、あ、我々は。我々は。はい。一時退散していいと。そうです。分かりました。だからそこは、はい、ニューエラ3人と司会で1時間やってもらったら、はい、次のニューエラ3人と市川さんでまた1時間やってもらって、2時間連続でニューエラを、6人だとちょっと散らかるので、うん、もう3人に集中して、うん、まあ結構その大事な試合が全員あると思うので、はい、そこはきちんと自分の意見、いや、いいですね、本当の本音を語ってもらう。いいですね。いつか記者が聞き手ですよね。そうです。じゃあ大丈夫。だから僕らはもう一旦画面から消えても大丈夫です。うん、はい、これはですね、いつか記者で正解ですね。はい、もう僕がやったりとかするとですね、ですか、もうふざけた、ふざけた内容になるので、いつか記者の方がいいですね、これはね。はい。はい、
はい、でその後は去年もやった、クイズ知識王対決を。知識王対決、はい、おお、はい、あれ生、今回も生で、おお、今回もよりすぐりの5人にオファーしまして。マジか、はい、ただ今回の景品は、はい、駒込にある、サウナ健康ランドの、うん、入浴券とお食事券が3名分いただけたので3名分協賛いただいたので、おすごい、それを争うべくみんなで戦って、3名分ということは5人出演して3人がそれをもらえるってこと。1人がもらって、1人が誰を誘うのか、総取り、誰が誘うのか分けないんだ、誰を連れる、ああ総取りですねこれ、はい、ただ優勝者がいない場合は僕がもらって社長と副社長を連れてもらう何をやってるんですか、ね、はい、3人で健康ランド行きますよっつって、サウナで飲み食いしてきますよ、それ見たいな、はい、それ見たいな、それをちょっとはい、やってね、それは知識王っていうのはあくまでもいろんなこうなんか一般常識とかそういうクイズ的なものですよね。もう何でも、要するにレッスルワンカルト級みたいなものではないですか。全然違う、全然違う、レッスルワンカルト級来年やりましょうよ。レッスルワンカルト級、うん、レッスルワン関連のこう記録とか。でもそれ僕らが答えても仕方ないじゃないですか、それはファンの人とかでやるやつ。いやだから関係者ですか、スタッフ、スタッフとか選手じゃなくて、けど選手でもいいと思うんですけどね。そうですか、記録的なものってほらあんまり覚えてないものじゃないですか、何々なリザルトチャンピオンシップの第2代王者はとかしてピーンってこうすぐこう答えられるかどうかみたいな、そういう先ほどのインディージュニアみたいな、そう初代王者はまあ全然たどり着きませんし、全然たどり着かない、はい、なるほど、それがあるってことですね、はい、知識王があるそういうクイズ大会が終わったら、もう一発スタジオインタビューでその後も1時間行ってもらって、うん、ここは西村にお願いして、はい、足の児玉立花のファンファンテープ、あのお三方出てもらえるともにオファーしてもらって OK もらった、 OK もらったんですか、マジですか、すごいですねそれね、立花が出るんですね、3人で生で出る、 あの格好で出るんですよね立花選手ね、はいはい、だから気をつけてください試合でぶん殴られるかもしれない、いやいや本当ですよね現代の上田馬之助ですよ、あの風貌であの3人は最寄り駅からここに歩いてくるんですよね3人揃って横一列に並んで、そうです、後ろの人が前に出れないっていうね、あの3人がでも多分3人ともきちんとタイトルマッチ2人いてそうですね、児玉もなんか稲葉とのシングルマッチなんで、はいはいはい、で一応チームなんですからね、でスルワンとしては、うん、はい、これは見たいって言ってますよみんな、あこれは見たいと、はい、いやちょっとじゃあ僕はその場にちょっといないようにします、はいはい、だからやっぱそれがそのインタビュアーはケンさんはえ1回じゃないの、はい、そのインタビュアーはケンさん、え何時から17時から、はい、僕がその3人のお相手をするんですか、そうかそうか、石川さんはあれだ、見どころ解説から最初の2連発だ、インタビュー2個やってクイズの時にはもうあれだ、あいやでもあれですよ、病院近くありますもんね最悪東京警察病院が飯田橋に後楽園近いから大丈夫です、市内ですからね、市内持ってきますよね、まあでもとりあえずね、彼らにも聞いた方がいいと思う、彼らは彼らでなんかレスラーを盛り上げたいということは言っているので、そうですけど建前上口にはしてるので、まあ足野選手はまあまあね、はい、取材してるんですけども、はい、立花選手とあと児玉選手がああなってからちょっと僕話してないんで、なんか児玉選手こうね田尻さんっぽいじゃないですか、こう何を振ってもなんかはぐらかされそうな気がしてですね、ちょっと不安ですねそれはね、まあまあそこ腕ないんですけどね、もともとね、はい、はい、はい、そうですね、分かりました、じゃあ17時まで僕は帰ってくればいいわけですね、はい、分かりました、はい、だからそこがリラックスタイム、仕事タイムです仕事タイムと、はい、やらなくちゃいけない、はい、いやそうですね、で、はい、その後が無トークですよね、あ、これはこの間の、はい、それをそのまま流すと、そうです、うん、お祭りの時の武藤さんのトークショーで、武藤さんが多分独自の自分のカードの、うん、多分記者会見をやってないので、うん、武藤さんには武藤さんの口で自分の話で話してもらって、あれもとんでもないトークでしたけどね、そうですか、はい、私聞きてやらせていただいて、もう A という質問を振っても A という答えは返ってこないですからね武藤さんの場合は、まあ、それはこっちが質問しても返ってくるのは自分が言いたいことですからね、あ、はいはいはい、武藤さん次の横浜大会に向けてこのカードにはどういった、いやそんなことよりもよっつって全然違う話になる
山梨の親善大使になってよみたいな全然関係ないこと言ってるわけなんですね。僕らはもうあの試合の準備聞いてませんから逆に僕ら楽しみです、はい、そうですか、はい、はい、僕らのトークショー、はい、じゃあこれも映像を流しながらこう我々がこう見てこうツッコミを入れるようなツッコミを入れるのか、まあ普通にあの武藤さんの V を皆さんで、ええ、武藤ーく見てもらえば、はい、武藤ーくと、はい、はい、いただいて振り返る、はい、振り返ると、はい、まあ振り返りはできますね、わ、はい、かりました、はい、でその後はあ先月取った新百合大会、はい、の大会中継がまだ行われてないのでここで大会中継にしてもらう。これはあの大和大先生が解説に、はい、あのプロモーター自ら解説に来てもらうので、はい、まあ試合を話してもらうのか何なのか、これはひろしさんと どうなったか、あ、僕はい、わかりました、はい、いつものに小室中継、河野さんここに入らないの、僕はいいかなと思って、いや入りましょうよそこは、はい、そうですか、はい、まあ、見ながらでいいんで、はい、わかりました、わかりました、それがあって、はい、あとはどうなるか、どうなるかわからないです、あとはもう最後どうなるかわからない、どうなるかわからない、まあ一応今のところラストにやるのはルービックキューブだけですね、じゃね、そう決まってるのは、そうですね、で、あと一人もしかしたらスタジオに向かってくれるニグロさんがいるかもしれない、去年に引き続きそう、去年来たのニグロさんがここに、そういえば来たんだわ、そういえばで1時間、あの道のくトリオの話で終わったんです、東方さんと林さんの話で、去年ほら横浜で実現したじゃないですか、あのトリオだけでニグロさん1時間喋れたっていう、その話だけで、俺東郷とさみたいな、わーっそうそう、ずーっと話してよくね覚えてる、おそうニグロさんめっちゃ覚えてるよね、はい、うん、でも言われたらねこっちも思い出すんだけど、うん、面白いですよ、いやニグロさん去年面白かったよね、そうです、だから今回も、ですね、一応オファーをした段階では、はい、昼間その後楽園で仕事あって、はいはい、次の日の朝から両国で全日本の両国があるからって言って、はい、考えとくって起きたんですよ、あ、うん、考えとく、待ってます考えとくって、はい、なので、うん、一応来ることも想定してですね、あ、僕は来ると信じてる僕は来ると信じてる、なぜならばニグロさんだから、はい、そうですね、だから来てくれたら、さあ問題は今回のカードでどこで何を1時間行くのかわからないですけど話が、そうか、ニグロさん関連のカードっていうのは特にあれなのか、昔のあれとかないもんね、ないですもんね、まあ大岡健さんの話でもしてもらいましょうかね、じゃあね、わかんないですね、もしかしたら藤波さんとか丸口さんの話、ああその辺するかもしれない、そういう話なのかわからないですけども、グレートムチャに異常に詳しかったりするかもしれないですけどね、それがまたもや林さんの話でシリューの話で最後まで行くのかいいでしょうそこはあ、けどシリューの話って聞きたいよね、そのあんまり我々その知らないし、そのもちろん試合は当時見てたけども、はいはい、ほらメキシカンだからあんまり喋りもしなかったんで、はいはいはい、当時のそのシリューというプロレスラーがどんなあのものだったのかっていうのをニグロさんに聞くっていうのはありかもしれないですね、なるほど、これ最初聞きたいでしょ、シリューというプロレスラーがどういうプロレスラーだったかっていうの、全然いいですね、そんな聞きたくない、なんでなんでなんでいいでしょそんなの、え、なんでなんで、うん、え、もう出てないじゃん、いやいや最近東京グレン隊の興行とかにも出て、今あれでしょ、東京なんか世界タッグかなんか持ってるんですよね、あ、そう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 、あの東郷さんと組んで、東郷さんと組んで現チャンピオンですもんね、そうですね、そうだから支流について語ってもらうといいかもしれないですね、レスラー関係ないですからね、まあ、けどマスターズ支流さんってのはレスラー所属ではない、違うでしょ、所属ではない、その度にメヒコが呼んでますね、そうそうそう、うん、メキシカン、あ、メキシカンだったんだ、メキシカン、そう、メキシカンです、あ、これさえもほら今のファンの方知らないじゃないですか、そうですよ、あの普通にその日本人選手がその道のくプロレス所属で やってたという認識で多分思ってると思うんで、そうじゃないっていうことをニグロさんに教えてもらうっていうのはいいかもしれないですね、これね、あ、この横浜分隊に出ないのにね、資料はね、でもあれですよあれこの間のフェスティバルではあれですよ、くじ引きで景品出してくれてましたよね、そう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 、そう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 、マスク、そうマスクが景品って支流マスクがあったんですよ、あれだから支流賞だったから、そう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 、優しいって、いやこれわざわざメキシコから持ってきたの、これ出してくれたんだなと思って、あれメキシコ製ですもんね、ね、あれメキシコ製ですよね、あのコリセオとかの前で売ってそうなやつですよね、あれね、あの応援用の、そう、だってそう、あのくじ引きの時に並んでましたよ、支流さんわざわざねえ、ね、僕もあれ欲しかったんだけど、面白いと思ったんでしょうね、出したらね、いやいや面白かったっすよ、実際面白かったっすよ、いやまあ、うん、あれでしょうね、友達の社長がイベントやるから出してくれって言ったら、あっさりマスク出してくれましたからね、ねえ、まあまあすげえって、いやけどあの時代からずっとちゃんと友好関係が続いてるっていいことですよ、本当にこれは、そう
ですかね。だいたい道の区なんてこうね、みんなあの一度は揉める人たちが集まってたのに、全く揉めないままこうやってね、カズさんとそのシリュウさんはもうこうやって友人関係がずっと続いてるんですからね、これね。BWO とか、うん、そう、BWO ね、ありましたよね。まあそんな話をじゃあもしかするとニグロさんに聞けるかもしれないと。分からない、詳しく聞きたい人。ああすごい、そうなの。はい、いや今にわかに巷ではこうね、 あれですよ、もうあの支流特需はですね。マジで、はい、俺ムチャさんの話しておく。グレートムチャの話。グレートムチャニグロさんだったらムチャさんの、あそこら辺の話もあるかもしれないですね、わかんないです。グレートムチャのバンタの方出ましたよ、あれ最後にね、最後頑張りました、当たったんですよね、あれね、追撃で、はい、まあ、それはさすがにあれか、映像撮ってないか、あれは下でやったから、そうそうそう、あれはね、はい、ただもうくじ引きの件がなくなるまでやりましたからね。いや、あのくじ引きは本当人気ありましたね、みんなこぞってゲームやって、剣をね確保して、はい、だからそのまさかこんなに盛り上がると思わないから時間がオーバーしててもう大変になっちゃいましたからね。あれをだからもうあの大会購入の時にグッズ売店になんかああいうくじ置いてやったらいいんじゃないですか、これからも。いやでも景品が毎回追いつかないですよ、多分。DDT とかやってますよ、ドラマティックじっつって、くじ、はい、はやってるんですよ、はいはい、ただあのなんだっけ、ヨーヨー釣りとかではやってないですけど、まあもちろんもちろん、あの、はい、くじ券自分はやってますね、あの中で普段できるとしたら輪投げかな。輪投げの台、あれせっかく作ったじゃないですか、あれ、あの熊五郎さんが折ったあのリングの板で輪投げ台を作ったんで、あれあのままに1回でこっきりはもったいないから巡業に持ってってご自由にやってくださいと、ちびっ子たちに、はい、うん、でそれで景品を、そう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 、いいですね、ファンサービスでしょこれ、3つ投げてね、3つ全部だったらちょっと豪華な、そう豪華なやつあげるみたいな。いやだって今投げはね、投げはなんか輪投げどっちだ、輪投げか、輪投げをやれる環境なんて今ないっすもんだって。そうっすか、だって公園にもないしお家にもないし、縁日っていうもの自体がほらだんだん少なくなってきてるから、ちびっ子たちにああいうこう日本伝統のこう遊びをね、こう継承してもらうためにレスルワンがこうね、こう率先してやるっていうのはいいんじゃないかなと思うわけですよ。でもあれですよ、輪投げ知らなくても生きていけますよ。まあそうだけどね、いや一回あれ、あれできたからって人生プラスになること多分あまりないですよ。いや、まあ、これ後で出てくるんですけども、はい、やったじゃないですかあれ、あのやっぱ入ると嬉しいから人生のモチベーションにはなった。あの勇気が湧いてきた、入れたい入れたい、あのアントニオ猪木ブロンズ像のように見るだけで勇気が湧いてくるみたいな感じ、入れるだけで勇気が湧いてきた。そうなんですね、なるほど、やりましたあれ河野さん。やってません。やった方が良かったのにあれ。本当ですか。勇気湧いてきましたよ。いやどうですかね、だってそれだったらヨーヨーの方がまだもらえるから。ヨーヨーね、だって輪投げもダーツもただやっただけじゃないですか。いやでもヨーヨーはもうヨーヨーをゲットできますか。あの風船ね、はいはい、あれも1個もらいました。パシャ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 、はい、まあ何が当たったかちょっと後ほどね。そうですね、はい、うん、出ますので。だけど、はい、あのプール近藤さんなんですよね。あのヨー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 が浮いてたプール近藤さんなんですよ。の持ち物、はい、近藤さんはああいうプールを持っていると。はい、あの静岡のご実家の庭であれで夏場水遊びしてるらしいですよ。あの中に入ってるんですか本人が。日焼けしてたら、だから日焼けで暑かったら一回水に入るらしい。ちょっと、はいはいはい、それとあれ近藤さんのプライベートプールです。いやいや静岡に住んでるんですよね。はい、だから静岡の庭から持ってきてると。いやせっかく静岡に住んでるんだれば、ほら静岡って割と海近いじゃないですか。はい、いやいや自宅の庭で広いから。海に行けばいいのに自宅で。庭でプールでだらーっとしてる。気持ちいいらしい夏場やっぱり。面白い副社長ですねレスルワンって。これ。でも気持ちいいですよね、ダラーッとプールで。気持ちはすっごいわかりますね。え、だって日焼けしたいじゃないですか。はい、日焼けして暑いなーって。暑いなと思うプール入るでしょ。でそれでまた、はい、なんかあったらすぐお家の中の冷蔵庫とかでこう飲み物。はいはい。なんかもうちょっともう寝ようかなと思ったらもうシャワー入ってね。ブルジョワだブルジョワ。ほらキングコングプールって書いてありますけどね。そうでしょ。これでもあんな立派なでっかいプールプライベートで持ってるからすごいじゃないですか。あれ水捨てるの大変だったんですよ。まあそうでしょうね。多分あれだってあそこでは捨てられないですもんね。そうそうそう、あれ捨てたら全部体育館中から水になってしまう。どうやって捨てたんですかあれ。あのまま持ってってバケツリレーじゃないですか。ああ多分大変です。
ね、それかみんなで引きずるか。でもあれ結構水入ってたら重いと思いますよ、うん、引きずれないと思う。そうか、近藤さんってそういう余暇を過ごしてるんですね、うん、多分ね。プールあるよって言ってくれました。ありがとうございます。じゃあ来年は取材するやつですか。違うってやつを家に行ってその自宅 の、 あの庭でプールに浮かんでる近藤さんをやっぱ映像に記録しましょうよ、それは。夏場いいっすかっつって、あの1ヶ月ぐらい前にテキサスかなんかの動物園、またゴリラの話になっちゃうんですけども、うん、テキサスかなんかのゴリラが、近藤さんからゴリラに行くのが大丈夫ですか。一応キングコングとなってますので、ゴリラがあのプールに入ってもうあまりにも嬉しくてものすごい速さであのぐるぐる回るって映像が出回ったんですよ、うん、あのそれをぜひちょっと近藤さんにやっていただければなと。回るんですか。回る。これちょっと今ここですね。あでもあれ自宅にプールがあるのですごいよとか、ビール飲みながらプール最高って。非常に、あちょっと お話をお二人進めててください。あの一応あ、お時間はあ今12時大丈夫ですか。一応超えているんです。あ、本当ですか。じゃあ帰ります。帰る帰る。メキシコ、あ、そうだ、メキシコ見ましょう。メキシコ見ましょう。メキシコ見ましょう。はい、そうです、そうです。メキシコ、はい、なんですか。なんかメキシコからのね、はい、頼りが、頼りが来てる。あ、そうなんですか、はい、あ、じゃあ今それ見ましょうか。はい、はい、まあいいや、はい、じゃあそれはちょっとゴリラ後ほどということでございまして、そちらちょっと音を出していただきます。はいはいはい、確認を。藤村さんから、あ、藤村選手から届いたメキシコの、では流して、はい、なんですかね、来てすぐ、怪我をしてしまうという、事件がありましたが、今なんとか復活して試合もやっております。試合は、主戦場としては、アレナメヒコ、あのアレナメヒコじゃなくてアレナナウカルパン、IWRG という団体に出させていただいております。あとは、パチューカーとかケレタロ、グアダラハラですかね、でいろんなところで呼んでいただいて試合をしてます。来月が、来月アレナコリセオ、アレナコリセオっていうところで、ビッグマッチがありまして、そこに出場が決定しております。聞いた話によるとCMLL の、アリーナですごくでかいということで気合が入っております。この周り何もないですけど、一人ぼっちです。寂しいですね。生活はそんなに日本とは変わらないですね。練習して、試合して、トレーニングしてっていう感じでそんなに変わらないんですけど、練習生の期間がもう一回来たみたいなぐらいめちゃくちゃ練習がきついですね。3時間走りっぱなしでジャンプしたり、なんていうんですかね、水分補給が一回もない、休憩がないので、ちょっと日本とちょっと違うですね、はい、歩いてるだけでちょっと息が上がります。後ほどお家を、住んでるところを紹介したいと思います。よし、ここが、僕が今住んでるところです。パンテーラさんのお家に来ております。ここすごい、これをお父さんです、エル・パンテーラさん、いろいろ飾ってます。すごいですね、伝説の。よいしょ、あ、稲葉さんのお友達カネロです。稲葉さん元気ですか。あとは
リビングですね。ここにもいろんなトロフィーが飾ってあります。よいしょ。ここでいつもご飯食べてます。で、キッチンですね。キッチンで、メキシコのご飯ですね。トルティーヤですかね。こんな感じです。あとは洗濯機ですね。で、道場に行きます。今道場です。練習がないときはここは洗濯干し場になってます。道場ですね。テイラさん出てもらいましょう。ここは、マスク工房です。パンテラさんの弟神風です。神風さん集中しております。そしてエルイホテルパンテラです。皆さんお久しぶりです。久しぶりです。ありがとうございます。エルイホテルパンテラです。ありがとうございます。マスクすごいいろいろあります。これもそうですね。ここ全部マスクです。ブッシュ選手のマスクですね。400枚あるそうです。そしてインターナショナルパンテーラさんです。オラアミゴース。お久しぶりです。オラオラサムゴース。ありがとうございます。どういたしまして。どういたしまして。はい。ここにも、あ、これはアンディさんです。アンディさんです。いろいろマスクがあります。よし、お家は以上です。では河野さん、24時間頑張ってください。マンテラさん頑張ってください。河野さん頑張ってください。バイバイ。バイバイ。アディオース。バイバイ。ジャンリーいいっす。本日の試合会場です。アレナナオカルパン IWRG です。何ですか、何ですか今。いやいやいや、元気そうで何より。この感じは、うん、本人映ってないけど元気そうなのは分かった。はいはいはい、うん、本人映んなくてもいい、いいんだわ別に。僕もはい、それで僕も映った方がいいですかって言われる。いや別に全然、お前がカメラを回して、うん、そのメキシコの風景とか、うん、なんですか、日常だよね。試合会場行ったら、例えばいろいろな人がいる、はいはい、練習仲間がこういう人がいる、うん、こんなことをしてますっていう話さえあれば、はい、面白いかなと思って。でもですよ、ね、藤村自体が出てしまうと、この修行中の身なので、はい、やっぱりまだ出さない方が、出さない方がいいと。ああ、なるほどね。声だけでもいいよとは言って、うん、言ったんで、だから今みたいな部位で全然いいとは思うんですけど。僕もいいと思います。はい、あれ声を聞いた限りは藤村選手間違いないですよね。だと思います、ね、他のなんかハポネスがやってるわけじゃないですよね。そうですと思います、はい、ね、ただあるんですね、もうそこを怪我したとか言ってましたけど。そういきなりそう、ドバ頭にちょっと怪我しましてって言ってましたよね、あれね。あれちょっと気になりますよね、はい、いやあんなとこで練習してるんですね、住んでて。そうですね。ナオカルパンに住んでるの今なのかな。あ、違います、違うとこ。パンテラのあの
間違う街ですね、はい、最後に映ったのがあれ、あれがアレナ・ナウカルパンっていう、なんか試合に行ったんでしょ、昔のね、うん、登竜門の人たちがよくデビューした地ですよね、だからシーマ選手とか、うん、ああいう人たちはあそこでデビューするという、甲斐とヤマトもあそこですよ、ああそう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 ですね、はい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 、であすごいですね、アレナコリセオで試合が組まれてるって言ってましたよね、それはすごいことです、これはすごいこと、まあ本人あんまりコリセオ分かってなかった、全く分かってなかったけども、メキシコ情報ゼロで、ゼロゼロで言って、最初あのアレナメキコで定期的に試合が組まれてとか言ってて、えっと思ったら、はい、アレナメキコじゃなかったっていうね、アレナメキコで定期的に試合組まれたら、それエストレージャーじゃないですかね、それね、いやしたこれね、コリセオでもすごいことですか、コリセオでもすごい、はい、すごいですね、まあ、でもCMLL の人たちも出ますみたいな、そう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 、言ってましたもんね、うん、だってトリプルAか CMLL ですよね、そうそうそう、メキシコって今って、うん、これそうですそうですそうです、二大全日本新日本みたいな、そうそうそう、そうですね、あれ藤村選手は現地ではどういうリングネームでやってるんですかね、これね、知りません、聞いてます、知りません、まさか公平藤村そのままじゃないですよね、まず被ってます、知りませんね、僕もそうそうそう、だから風貌がわからない、どういう風貌で戦ってるかも、僕ねそこはね、うん、ミステリアスな感じいいかなと思う、あ、まあまあ海外修行中ですから、武者修行中なんですから、そこまで見せる必要もないし、それはそれでいいんですよ、歌丸は違う人、歌丸は、はい、歌丸は違う人だって、いやーけどいいっすね、パンテーラさんのとこに住ましてもらってて、もうね環境は素晴らしいと思います、だって2階にリングありましたもんね、うん、家の、すごいね、パンテーラさんちがすごい、家の中にリングがあるんだよ、だってパンテーラさんちがすごい、すごいよね、でマスク工房もあると、で行ってみたら、パンテラお父さんと、はい、息子と、そしてパンお父さんと弟さん、弟さん、ね、弟さん3人が家の中でマスクをかぶってマスクを作ってるというね、これ群抜なシーンですね、これね、だからもしかしたら藤村もマスクの腕を上げて帰ってくるかもしれない、マスク作りの腕を上げて何をしに行くんだ、パンテラさんからパンテラさんからマスク作りの技術を奪って盗んで帰ってくる可能性もそう、それいいね、分からないですね、そう、帰ってきたらめちゃくちゃ腕があって、はい、林さんっつってあのミステルカカオさんとかウォーカーさんとかのライバルになるっていう、言ってくださいって言って、それある、そういえばあれだね、武士の名前がですよね、はい、そう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 、パンテーラで作ってたね、そうですよね、あの仕事来てるんでしょうね、仕事が来てるんだ、あとアンディ選手の絵かなんかもね、 あれすごかった、かっこよかったですね、かっこよかったね、息が深いですよ、いやワンちゃんと一緒に住んでるんだ、いいな、なんかね、なんかまあ、うん、いい家なんでしょうね、いい家なんでしょうね、多分ね、あのでかい上層階級というかわかんないですけど、うんね、うん、あれ何時ぐらいに撮ったのかよくわかんないですけど、道端全然人いなかったですね、人いなかったですね、一っ子一人映ってないっていう、何なんですかね、あれはね、ちゅうか、なんであそこのロケーションだったんですかね俺がそれが心配わかんなくて、だってもうちょっとあるでしょそう、公園とかね、そう、あとなんかちっちゃいストアとかね、あれでしたね、あの変わらないところをこう一本の道をずっと歩いてくるっとまでザーッと帰ってくるんですよね、だからあれですよね、そこに何か目的があればよかったんですけどもねどっかに行ってる最中ですっていう感じだったら、そうそうそう、スーパーに向かってますとかあれば、ね、撮ってても面白かったんですけど、あるんだよ、ああいうの道のところに、うん、あのコンビニみたいなのがね、あのこう鉄格子があってさ、はいはい、そうそうそう、で、オラーとかこう、はいはいはい、やりながらとかあるんだったらいいけどさ、うん、誰も出なかったよねそうだから1台の車に追い抜かれただけですあの間で動いたとこって、あの追い抜いてった車だけだもんねあとは何一つ動いてないからね、うん、だから、うん、ただまあ、あそこであいつは撮ってくれたんですよね、うん、けどなんか街を徘徊して元気そうで終わったんですよ、本当に、まあ姿見てないけども、はい、まあまあ元気でやってるんでしょうね、うん、あとね、あのパンテラさんがすごい優しく、はいね、お父さんもすごいああやって出てくれるってことは、うん、あいつもよくされてると思って、あ、そうだろうね、はい、いやだってスペルエストレジャーですよね、パンテーラレジェンドですよね、それがああやって出てくれる、どっかのあの30秒で5万とか言ってる人とはえらい違いですよ、だってまあそっちもエストレジャーですね、そっちもエストレジャー、違い意味でエストレジャーだったエストレジャーですけども、いや本当に、まあ、でもパンちゃん元気そうでよかったですね、いや良かったですね、これね、パンテラさんが、はいはい、あの昔レストランに来てたパンテラさんは元気そうで、あの息子の方ね、息子の、はい、いい方の方がね、
はい、息子さんも元気そうで。なるほど。いやーけどこれちょっとあれですね、また見たいですね。あとまあ3ヶ月か半年ぐらいしたらもう一回送ってきてもらって、ニコプレ、ニコプレで紹介できればなと、ね、だからまた今度は違うあのね、いや同じやつを面白いなそれも同じやつを送ってくる可能性が同じ道、はい、ここがパンテーラの自宅です。マスク工房があります。ちょっと今度の試合日程だけちょっと変わって、そうそうそう、今度どこどこ出ますって最後に映ってるのがあのナウカルパンからコレセオに変わったぐらいしか、そうちょっとガッツって変えてみせて、ほとんど同じだろうと思うと、いやなるほど。いやこれはいい企画でございました。そう、それはまあ一応何ですか、はい、まあね、彼もレスローの仲間ですから、はいはいはい、僕らは分隊で戦ってますけど、日本で戦ってますけど、彼は彼で、そうですね、メキシコでいいですね、ああやってね、はい、もう あからさまにスマホで撮ったっていうのがバレる縦型のあれでございました、はい、いや僕はもうスマホでいいって言ったもう持ってるカメラで撮ってで送ってくれと、そしたらこっちで何とかするって言って、はい、でも Wi-Fi 環境があれば、あの LINE で飛ばしてくれたんで、あその動画を、はい、なるほど。なんで、はい、まああいつもね頑張ってるんで、はい、それが良かったかなと、うん、まあ、生きてるのは生きてることが確認できたんで良かったです、はい、今になって、はい、あのこっちにいる間に UW 世界6人タッグ取ったじゃないですか、うん、藤村選手、うん、あれ結構現地に行って生きてると思うけどね、やっぱ UW のベルトを取ったっていうのは箔になるから、向こうではあ、まあ、もちろん団体としてはもうないけどもね、あそういうことか、だあれ取っといてよかったんだね、今思うとこうやってメキシコに肩書きがすごいってこと、そうそう肩書きがすごいってことになるから、あ、うん、元 UWA 6人タッグ王者という言われ方をする、そう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 、うん、確かに、いやそうかもしれない、ね、よかったよかった、あの時取っといてね、本当にね、でもあれだ、それでね試合が入ってるんだったら、うん、もしかしたらその可能性もありますからね、そうです、あれナメヒコですよ、あれナメヒコ、さっき違うけどね、これでコリシオ出るのはすごい、そうコリシオ出るのはすごいこと、すごい、まあ要は日本の後楽園ホール的なね、うん、会場って言っていいですかね、あ、じゃああれですね、はい、その格闘技プロレスのメッカというか、そう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 、ここで行ければ、うん、みたいな、あれナメヒコの次みたいな、あれナメヒコはあくまでも両国国技館みたいな、うん、ビッグマッチだから、だからもうこのね、もしかすると本当あれナメヒコに立つ日も来るでしょうから、本当これでも楽しみでございます、そうですね、本当にあの外国人選手が後楽園出たいのと一緒ですね、そう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 、向こうはメキシコに行ったというのはそこ出たらみたいな、いやいやコリセオはいいっすよね、あそこはね、うん、お二人は行ったことある？僕は行ったことないです。試合はやったことないですよ。試合はやったことないですけども、5階ぐらいまであるんですよね、あれ客席がね。上の方なんですか？円柱のようになってて、すごい上から見下ろすように見れる。すり鉢状。そう、すり鉢状で。すり鉢っていうか、完全円柱なんですよ。だからこう下を見るような感じでこう見れるという会場ですね。プロレス真上から見て楽しいですか？あの普段は見られない感じだから楽しいんじゃないですか。はい。そうなんですね。そこでちょっと頑張っていただきたいなと藤村選手には。ね。ね。